どうも皆さんこんにちは。Adobe の岩本です。クリエイティブツールをどう活用すればよいか、皆様のお悩みを解決するいろはシリーズ。そう、今回は特別編、クラウドワークスさんとの共同セミナーです。タイトル先ほどありましたが、いつやるの今でしょ。イラストレーター初心者でも始められる初めての副業と。こちらをお届けしてまいります。本日は、こちら私、岩本に加えまして、クラウドワークスの進藤さんにもご協力いただきます。進藤さん。はい、皆さんこんにちは、クラウドワークスの進藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあですね、大変多くの方々にもう参加いただいてましてですね、はい、右側のチャットも随分にぎやかな状況になっているわけなんですけれども、はい、まずですね、配信にあたりまして、オンラインで質問をですね、皆様に3つ投げかけさせていただきますので、うん、ぜひお答えいただければと思います。まず最初にですね、どちらにお住まいですかという質問です。うんうん、はい、はい。なんか先ほどですね、チャットの中に海外からの参加の方もいらっしゃってですね、そうですね答えられない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい。はい、あ、こんな感じで情報どん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 伸びてますね。あ、でもいろいろ様々なところから。ここで、あ、そうですね。ちょっと四国頑張れって感じもあるんですけども、そうですね。あ、やっぱりそうですね、都市部が多いですね。まあ、それでもね、人口の比率を考えますと、うん、それ以外の地域も、はい、はい、結構いろんなところから、そうですね、参加をいただいているというところかと思います。うんうん、いやー、大変ね、今日は実は本当に多くの方に参加いただいているこちら、はいはい、イベントになってるんですけれども、うん、まあ、ちょっとどこで切っていいか分かんないというような感じもあるんですが、です、ね、まあ、せっかくね、皆さんお答えいただいているので、というところで、はい、はい、という感じで、お、やはりですね、都市部ちょっと多いというところがありますね。うん、はい。でも、九州からも参加が多いと。はい、オンラインならではですね。オンラインならではというところかと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ、続いてですね、二つ目の質問ですね。はい。ちょっと用意してます。まあ、我々 Adobe の製品というところもあって、うん、イラストレーターの利用状況についてということでですね、こちらもお聞かせいただければと思います。まあ、実際ですね、今日はこのいろはシリーズっていうのは、うん、ビギナーの方というかですね、うんうんうん、我の製品を、まあ、これからより活用していこうですとか、いう方に向けた実は、はい、ブランドでやらせていただいているものなので、製品を知らない方もいらっしゃったかと思いますし、うん、ちょっとずつ使い始めているよという方もいらっしゃるかと思います。ですので、どうでしょうかと。いうことですね。もう結構これは、うんうん、下の3つがいい感じの割合になってるけど、はい、でももちろん知ってるけど使ったことがないというですね、うんうん、方も数多く今回はいらっしゃるようですね。うんうん、はい。はい。はい、そうなんですね。そのイラストレーターなんですけれども、まだ使っていただいたことを知らないっていう方もいらっしゃったので、簡単にご紹介させていただくんですが、実は身の回り、皆さんの身の回りにイラストレーターを使った作品っていうのはですね、皆さん日々見てます。例えば企業さんのアイコンだったり、パッケージのデザインだったりということでですね、チラシだったり、ロゴだったり、名刺だったりっていうのは、実はこのイラストレーターというものを使って作られております。実はこのツールを使ってですね、その副業ということで、まあ、コンテンツを作るということなんかもあるので、今回ですね、イラストレーターの利用状況についてちょっとお聞かせをいただいております。さあ、どんな結果になってるかなというところもあるわけなんですけれども、はい、ということで、お、なるほど。並んでますね。うん、なるほど。知らなかったっていう方はぜひ今まで知っていただいたってことで、これからは明日に答えていただければと思うんですけども、そうですね。今回は、そうですね。三者三様というところでしょうか。うん、はい。分かれているところだったと思います。ありがとうございます。ぜひですね、いらっしゃったことをよく知っていただきたいというところなんかもあるので、うん、情報なんかは後でお届けしてまいります。ということで、では3番目のですね、質問です。ご進藤さん、非常に気になるところですね。そうですね。はい、気になる、ね。クラウドワークスの利用状況についてということでのご質問になります。さあ、そのですね、クラウドワークスさんに今回ご協力をいただいているこちら、セミナーではあるんですけども、お、どんな結果になるか。利用している方もいそうですね。はい。あ、なるほど。
ですね、もう新藤さんの目が釘付けになってるわけですけども、はい、いや気になりますよね、やっぱりね、こんな方がご参加いただいてるのかっていうのね、気になりますね。そうですね、はい、実はですね、もうこれ冒頭で言っちゃいますけど、私もですね、実は登録させてもらいましてですね、はい、クラウドワークさんに今サービスの部分を勉強させていただいてるんですけど、はい、いやなかなかこれはですね、勉強になる、実にためになるところがありますのでですね、そうですね、ぜひ今日いろいろ知っていただけると、知っていただくとですね、いいなっていうところがあるんですけども、はい、はい、今日はですね、かなり内容も、ワクさん絡み、副業の情報っていうのを数多く用意しているので、はい、ちょっとですね、まあ、活用できてないっていう方も多くいるようなので、はい、これですね、内容の部分は本当に必見になってるよと、いうところですね、そうですね、お約束というものになってるかと思うので、はい。副業にお取り組む方ですね、ぜひ今回クラウドワークさん、新藤さんのお話も結構ありますので、はい、そちらもチェックしていただきたいところですけど、はい、というところですね。ね、はい、はい、ということで、なるほど、やっぱりまだ十分活用できてないというところ方、うん、まあ、これからの登録という方もいらっしゃるようなので、はい、副業と合わせてもクラウドワークさんの情報というところもですね、うんうん、ぜひ興味を持って聞いていただければと思います。はい、ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。今日参加していただいた皆さんのこと、一旦はですね、少し知ることができました。本当にありがとうございます。うん、こちらですね、セミナーは、右側にですね、チャットのエリアがあるかと思うんですけども、あちらも活用するようなセミナーであります。というのも、そこに入れていただいた内容ですね、我々事務局サイドの人間も常に見てます。演者である我々もチェックをしてますので、リアルタイムでお答えできるところ、ちょっと難しいところあるんですけれども、場合によってはお答え、入れていただいた質問を、見ている方、視聴者の方がお答えできるようなものもあるわけであって、ぜひ皆さんでですね、この時間を通じてナレッジなんかもちょっと共有をさせていただければと思います。皆様のご協力よろしくお願いします。と、では早速でありますけども、すいません、今日のプログラムを紹介しましょうということで、はい、今日の内容を私の方からご紹介いたします。私の画面出してください。はい、まず今日の内容なんですけれども、第一部ですね、副業の、基礎基本とクラウドソーシングと、そして2番目ですね、ワーカートークセッションと、私の副業への取り組みと、もう実際ですね、副業に取り組まれていらっしゃる方2名にですね、この後ご出演をいただいてお話を聞かせていただく予定です。こちらも楽しみにお待ちいただければと思います。そして第3部、イラストレーターを使って副業していくための Tips 紹介ということでですね、実際にその副業への取り組みというところでですね、こちら情報をお届けする3部構成になっております。では早速でありますけれども、第1部ですね、こちら入っていきたいと思うわけなんですけども、副業の基礎基本とクラウドソーシング、こちらはですね、新藤さんにお願いしたいと思います。では新藤さんお願いします。はい、では、ここからはですね、バトンを受け取りまして私の方で進めていきたいと思います。ではスライドを移していただけますか。はい、本日はですね、クラウドワークス×アドビ共同セミナー、いつやるの今でしょう。イラストレーター初心者でも始められる初めての副業ということで、まあ、イラストレーターというところと、あと初めての副業というキーワードにですね、セミナーの方を進めていければと思います。はい。改めまして、本日お話しさせていただきます、株式会社クラウドワークスの新藤と申します。次のスライドでですね、会社紹介簡単にさせていただければと思うんですけれども、弊社クラウドワークスはですね、仕事を依頼したい企業と仕事を受けたいワーカーさんのマッチングのサポートをさせていただいている、まあ、サービスを運営しているんですけれども、私はですね、普段仕事を受けたいワーカーさんのサポートですね、普段行っております。後ほど説明できればと思うんですけれども、クラウドカレッジというワーカー向けのコミュニティですとか、あとは地方自治体様と連携した人材育成事業などをですね、普段担当しております。はい。本日はですね、オンライン開催ということで、まあ、数多くの方にご参加いただいているわけなんですけれども、まあ、出演側もですね、オンラインというところで、まあ、各拠点から本日は参加しております。まあ、私はですね、今オフィスの方にいるんですけれども、まあ、今日はですね、土曜日休みの日というところで、まあ、誰もいないので、まあ、オフィスで一人ですね、喋っているといった、まあ、シュールな状態になっております。ぜひですね、皆さんコメントとかいただきながら2時間ですね、いい時間過ごしていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、簡単にちょっと会社紹介をさせていただければと思います。
はい、弊社、クラウドワークスですね、株式会社クラウドワークスは、クラウドソーシングサービスのクラウドワークスを中心としたインターネットサービスの運営をしている会社になります。ちょっと本日カタカナ多めではあるんですけれども、噛み砕いてお話ししていけたらなと思います。でクラウドソーシングに関してはですね、後ほどまたお話ししていきますが、働くというのをコンセプトにいくつかのサービスを運営している会社になります。はい、本日はですね、左上のクラウドワークスの説明が中心になるかなと思うんですけれども、その他にもですね、職種ですとかご経験に合わせていくつかのサービスを運営しておりますので、ぜひですね、ご興味ある方はいろいろ覗いていただけたらなと思います。はい、あとクラウドカレッジですね、先ほど私の自己紹介のところでもちらっと言葉出させていただきましたが、2020年の5月にですね、ちょうど1年前ですね、クラウドカレッジというワーカー向けのコミュニティを開講させていただきまして、自分らしい働き方の実現を支援する学びの場というところで、クラウドカレッジですね、私が普段メインで担当している部分であるんですけれども、これからですね、クラウドワークスを活用して仕事をしていきたいという方ですとか、これから新しいスキルを身につけて副業をしていきたいという方向けにですね、働く力をオンラインで身につけるというコンセプトで、デザインですとかライティング、動画編集などのスキル習得を目標にしたトレーニングコースというものを運営しています。いくつかですね、コースを運営しているんですけども、このように一部ですね、アドビさんと共同でコースを開講していたりします。はい、こんな形でチャットツールでですね、日々ワーカーさんとコミュニケーションを取らせていただいたりですとか、あとはオンラインイベントを開催していたりします。また第3部の方でですね、簡単にご案内させていただければと思います。はい、というところで早速ですね、この辺りで自己紹介と会社紹介にさせていただいて内容に入っていきたいと思います。はい、本日のテーマはですね、イラストレーター初心者でも始められる初めての副業ということで、内容はですね、この3部構成で進めていきます。先ほど岩本さんからもご案内ありましたが、まず第1部ですね、副業基礎基本とクラウドソーシングというところで、私の方でですね、まずは情報の整理ではないですけれども、前提の説明をさせていただければと思います。はい、で第2部ですね、こちらが本日のメインになってくるかなと思うんですけれども、ワーカートークセッションということで、2名のですね、ワーカーさんに本日お越しいただいておりますので、実際の具体的なですね、副業への取り組みというところを聞いていこうかなと思います。で第3部ですね、また私の方でお時間をいただいて、イラストレーターを使って副業をしていくための Tips 紹介ということで、山本さんとですね、ちょっとこうお話をしながら、より踏み込んで最後お話ししていこうかなと思いますので、ぜひですね、今日お休みの日ということで、耳だけ参加いただいている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ぜひ最後まで聞いていただけると、良いかなと思います。はい、ではですね、第1部早速入っていって行こうかなと思うんですけれども、第1部ではクラウドワークスのサービスにですね、触れながら副業の基礎基本についてお話ししていきたいと思います。第1部のですね、中でもこの4つに絞って本日はお話ししていきます。はい、まず副業を取り巻く環境というところですね。はい、これからですね、副業というところで、はい、お話をしていくにあたって、前提の情報整理というところで、副業が広がっている社会背景について、簡単にお話しできればと思います。皆さんですね、副業という言葉、よく耳にするようになったと思いますし、例えば本業先で副業が解禁されたりですとか、知人がですね、副業を始めたというところで、副業とか多様な働き方、いろんな働き方というところは、より身近になってきたと思います。そのあたりですね、盛り上がっている背景とか、実際どうなのというところを簡単にお話しさせていただきます。2つ目ですね、クラウドソーシングサービスとはというところで、実際にですね、じゃあどこで副業するのかという話になると思うんですけれども、その一つの選択肢として本日はクラウドソーシングサービスについてご説明できればと思います。でその中で、クラウドソーシングサービスの魅力と実際にご活用いただいている方の事例をですね、お話ししていきます。はい、では、早速ですね、副業を取り巻く環境ということでお話をしていきたいと思います。はい、その中でもですね、副業を取り巻く環境ではの中で、たくさんの要素ですね、あると思うんですけれども、本日この3つに絞って、何個に絞ってみたら多いんで、ちょっと申し訳ないんですけども、3つに絞ってですね、お話ししていきたいと思います。はい。まず、働き方改革により副業の回帰。で、2つ目がシェアリングエコノミー。で、3つ目がコロナ禍で、ビジネスのオンライン化が加速しましたよといった話をしていきたいと思います。はい。社会背景ですね、副業を取り巻く環境の中で、やはり一番大きな
まあ、要素といいますかという部分ですね。やっぱり政府の働き方改革というところが、まあ、一番かなと思います。このキーワードですね、働き方改革というところは、まあ、ニュース等で一度は耳にしたことがあると思いますし、会社勤めの方はですね、まあ、身近な話題なのではないでしょうか。はい、政府がですね、働き方改革の一環で副業兼業推進ということで、ちょっと固い話といいますか、もう知ってるよというところかなと思うんですけれども、少しですね、タイムラインを書かせていただきました。はい、2016年ですね、働き方改革という言葉が生まれまして、それに対する実現会議というものが設置されました。そこからですね、2018年、はい、こちらがですね、大きな潮目かなというところで、副業兼業に関するガイドラインというものの発表がございました。はい、そこでですね、厚生労働省がモデル就業規則の改定を行うというですね、大きな出来事がありました。このですね、モデル就業規則というのはですね、企業が就業規則を作る際に、まあ、参考にする就業規則というものがあるんですけれども、これまでは副業や兼業はですね、原則禁止という例文があったんですけれども、それをですね、まあ、容認するような文章に変更したという大きな出来事になります。はい、その中でですね、2018年頃から副業というのが世の中で注目を集め始めまして、クラウドワークスのようですね、まあ、特化型のサービスですとか副業を支援するようなサービスというのも誕生し始めました。はい、いわゆるこの2018年というのが副業元年と言われています。はい、でそのような中でですね、2020年企業の半数が副業を容認ということで、まあ、皆さんですね、本日ご参加いただいている皆さんの会社でもですね、副業解禁されたという方ですとか、まあ、社内のそういった働き方が変わってきているという方も多いかなと思うんですけれども、まあ、2018年の副業元年を境にですね、大企業が一気に副業を解禁して、まあ、その中で副業を希望する人材っていうのも増えてきておりますよというところ、まず一つ目の背景になります。では続いてですね、副業が広まってきている2点目の要素として、シェアリングエコノミーという言葉、キーワードにも触れていきたいと思います。本日はちょっとカタカナ多めなんですけれども、皆さんですね、シェアリングエコノミーという言葉聞いたことはございますでしょうか。はい、言葉はですね、馴染みのないという方も、シェアリングエコノミーに触れたことがある人は、まあ、実は多いんじゃないかなと思います。はい、まずですね、用語の説明からになりますが、シェアリングエコノミーとはですね、場所ですとか乗り物、物、人、スキル、お金などをですね、インターネットを介して個人間でシェアしたりですとか、売買していくっていう、まあ、経済の動き、まあ、概念になります。はい。例えばですね、使わなくなったものをインターネット上に公開して、誰かに貸し出したりですとか、売ったりですね、あとは普段使わないスペースとかを必要としている人に貸し出したり、みたいなところになりますと。はい。で、左側にですね、国内のシェアリングエコノミーサービスマップというのを、シェアリングエコノミー協会さんの画像、サイトからですね、ちょっと載せているんですけれども、例えばですね、左上の赤枠ですね、スペースということで、スペースをシェアするサービスですとか、その下ですね、黄色い枠、スキルをシェアするサービスというところ、あと右側ですね、モビリティということで、移動空間をシェアするサービスなど、国内にもですね、このようにたくさんのサービスがあるわけです。はい。やはりですね、インターネットの発達ですとか、まあ、多くの人がスマートフォンを持って、まあ、いつでもインターネットにアクセスできるように、な時代になりましたので、まあ、このようにですね、シェアリングエコノミーサービスというものを活用して、自分のスキルですとか、経験ですね、あとは所有物をインターネットを通してシェアすることで、まあ、副業、いわゆるまあ対価を得ている人っていうのも増えてきております。はい。まあ、このようにですね、副業しやすい環境が整ってきたというところを、まあ、一つ言えるんじゃないかなと思います。そういったところでちょっとシェアリングエコノミーについて触れさせていただきました。はい。で、3つ目ですね、コロナ禍でビジネスのオンライン化が加速ということで、まあ、ここはですね、直近で皆さん身近なところなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、まあ、ウィズコロナによってですね、働き方が変わったという方も多いと思います。例えばオンライン前提ですね、業務が行われたりですとか、まあ、このようにオンラインセミナーが当たり前になったというのも一つ、変わったところかなと思うんですけれども、そういった中でテレワークがですね、進んだという方も多いのではないでしょうか。はい、ウィズコロナによってですね、業務のデジタル化というのが進みまして、その結果ですね、企業が外部人材、副業人材というのを求める動きがもう加速してきております。
右側のグラフはですね、クラウドワークスの決算説明資料より載せているものなんですけれども、外部人材を求める動きが加速した結果ですね、開発とかデザインの発注案件というのも増えてきております。はい、まあ、身近なところで例えばですね、皆さんおうち時間が増えて YouTube とかですね、動画を見る時間が増えたという方も多いと思います。あとは、まあ、店舗でですね、商品を買うだけではなくネットで買うとか EC サイトで商品を買うっていう、購入する機会が増えた方も多いと思います。このようにですね、ウィズコロナでオンライン化が進みまして、ビジネスをですね、仕掛ける側の企業も商品を動画で PR したりですとか、インターネットで販売したり、まあ、店舗だけではなくてインターネットで販売したりですね、まあ、デジタル化が進んで、まあ、その中で企業も外部人材と、まあ、副業人材、オンライン上の人材を活用するといった動きが加速してきております。はい、このようにですね、副業を希望する人材というのが増えてきているというところと、それを活用したい、活用ニーズがある企業さんも両方ですね、増えてきているといった背景になります。はい、まあ、そのようなですね、盛り上がりの中で、まあ、どこで副業するのといった話になると思うんですけれども、まあ、先ほどあったようにシェアリングエコノミーサービスですね、いろいろあります。そういったものを使うというのも一つの手だなと思いますし、その他ですね、身近な知人の手伝いとか、あとはまあ家業の手伝いですねとかですね、あとはまあ地元の商店のデザインを作るとか、そういった副業の仕方も全然あると思うんですけれども、本日は一つの選択肢として、クラウドソーシングを活用するというところのお話をしていきたいと思います。はい。では二つ目ですね、クラウドソーシングサービスとはということで、皆さん、クラウドソーシングという言葉聞いたことはございますでしょうか？聞いたことがあるかないかで言うと、冒頭ちょろっと話しているので、聞いたってことになるんですけれども、クラウドワークスはですね、クラウドソーシングサービスを運営していますと。ちょっとここ混乱するんですけれども、弊社株式会社クラウドワークスと申しまして、その中でも社名と同じクラウドワークスというですね、サービスを運営しておりますと。で、そのクラウドワークスは何をしているかというと、クラウドソーシングサービスというものを運営しています。はい、こちらサービスの画像になるんですけど、国内ナンバーワンのクラウドソーシングサービスということで、クラウドソーシングはですね、このようにクラウド、群衆にソーシング、委託するといった造語から成り立っておりまして、企業と個人がオンライン上で直接つながって仕事のやり取りができるインターネットサービスの仕組み、概念のことをクラウドソーシングと言います。はい、真ん中の画像にあります通り、全国のクライアントですね、仕事を依頼したいクライアント企業さんと、全国の仕事を受けたいワーカーさんがですね、オンライン上、まあ、ここで言うとクラウドワークスというサービスを通してつながって、仕事の依頼からそして納品して報酬を受け取れるまでのやり取りができる仕組み、まあ、このことをクラウドソーシングと言います。はい、クラウドソーシングサービスを運営しているクラウドワークスという形ですね。はい、で例えばですね、左側、繁忙期に一時的に人手を借りたいといった企業さんあると思います。社員を採用するまででもないけど、スポットで入ってもらいたいといった企業さんですね。あとは社内にスキルがないっていう企業さんもあると思います。デザイナーそもそもいないというところで、チラシ作ってもらいたいとかっていった企業さんもあると思いますし、大量の業務をですね、一気に依頼したいといった企業さんもいると思います。で一方ですね、ワーカーさんですね、空いた時間に仕事をしたいといったワーカーさんですとか、スキル、本業のスキルを活用して副業もしてみたいといった方ですね、非常に増えてきているんですけれども、そういった方ですと。あとは、まあ、事情により外で働くことができないという中で、在宅でお仕事をしたいという方もですね、いらっしゃると思いますが、こういった方が、マッチングして、まあ、仕事のやり取りができるサービスのことを、まあ、クラウドソーシングサービスと言います。はい、で先ほどですね、シェアリングエコノミー領域マップ出させていただきましたが、実はクラウドソーシングを運営するクラウドワークスはですね、このスキルっていうところに実はまあ分類されていますと。で、まあ、ここから分かります通り、自分のスキルですとか経験、知識をですね、インターネットを通してシェアすることで、まあ、副業、いわゆるまあ報酬を得る、対価を得るっていうまあ形になります。はい。まあ、こんなクラウドソーシングなんですけれども、じゃあ実際どんな仕事があるのといった気になる方も多いのではないでしょうか。本日はですね、デザイン、イラストレーターがテーマというところで、第3部にかけてですね、より細かくデザインのところ仕事を解説していければなと思うんですけれども、例えばデザイン以外で言うとですね、クラウドワークス上には仕事のカテゴリーは200種類以上もございまして、例えば左上ですね、ライティング、記事を作成するお仕事もございますし、その隣ビジネス事務ということで経理ですとか資料を作成するようなお仕事もございます。あとは右側ですね、開発ということでホームページ作っ
作ったりですとか、ウェブサイト作ったり、アプリを作ったり、エンジニアリングのお仕事もございます。はい。本日は Adobe イラストレーターがテーマということで、実際にですね、私の方でクラウドワークス上にある Adobe イラストレーターでできる仕事を何点かピックアップしてみました。例えば名刺デザインですね、チラシデザイン、パッケージデザイン、商品のパッケージを作るお仕事、ロゴデザイン、イラストを作るお仕事、バナー、バナーというのはインターネット上の広告画像のことですね。はい、といったあたりがあるかなと思います。はい。第3部で実際に募集要項を見ながら解説していくんですけれども、まあ、第1部でちらっとご案内させていただくと、まあ、こんな形で名刺デザイン募集しますよといったお題に対して、実際にですね、デザインを作っていただいて、皆さん提案していただいたりですとか、イラストのお仕事ですね、こういった形でイラストを作っていただいて提案していただいたりとか、あとはロゴデザインですね、ネットショップのロゴデザイン募集ということで、ロゴデザインはですね、企業のロゴだけではなくて、こういった形で一サービスのですね、ロゴを作るようなお仕事もございます。はい。あとはですね、行政のご発注事例ということで、例えば自治体さんですね、岐阜県が広報イラスト募集という形で過去ですね、ご発注いただいていたりですとか、観光地の Wi-Fi ロゴなんていう自治体のデザインのお仕事もございました。はい。そういったクラウドソーシング、仕事があるクラウドソーシングなんですけれども、じゃあ魅力は何なのかというところですね、続いてお話ししていきたいと思います。魅力ですね、たくさんあるので、ちょっと伝えきれない部分はあるんですけれども、3つに絞ってお話をさせてください。まず1つ目ですね、時間と場所にとらわれずに働けるということで、インターネットにアクセスすれば仕事が可能です。冒頭、クラウドソーシングの説明のところでお話ししましたが、まあ、オンライン上でのマッチングというところでインターネットにアクセスすれば仕事が可能です。なので場所にとらわれずに働くことができます。はい。あとは自分のライフスタイルに合わせて選択ができるということで、はい、3名の方のタイムスケジュールですね、事例を挙げてみました。一番上副業の方になります。この方副業なので、もちろんメインで本業があるということで8時から5時は本業をされています。で、帰宅して夕食を食べた後ですね、8時から11時ぐらいまでクラウドワークスで作業をしたりですとか、クライアント、企業さんに連絡をされているといったスケジュールになっています。で、この方ですね、朝もですね、隙間時間を活用して連絡したりですとか、あとは例えば電車通勤されている方は移動時間にですね、クラウドワークスであればアプリがありますので、そのスマートフォンアプリ使いながら案件探したりとかでされているといったスケジュールになっています。で、真ん中の方ですね、この方パート勤務をされているということで、午後ですね、パート勤務されています。で、午前中クラウドワークスを活用してお仕事されていて、あとは夜の時間ですね、必要に応じてと書いてありますが、まあその時ですね、必要があれば案件探したり作業されているといったスケジュールになっています。で、最後フリーランスということで、全然ですね、こういった副業の形だけではなくて、がっつりですね、サービス活用いただいてお仕事されている方ももちろんいらっしゃいます。こういった意味ですね、それぞれのライフスタイルに合わせて仕事選択ができるというのは魅力の一つなんじゃないかなと思います。はい。続いて二つ目ですね、個人でも信用が得られるということで、仕事の実績が見える化されて、まあその結果ですね、未経験の方でも経験を積んでスキルをですね、どんどん磨いて可能性の幅を広げていくことができますと。これはですね、クラウドワークスのマイページ画面になります。まあ、本日クラウドワークス知っていただいている方も、多くの方いらっしゃったので、まあ馴染みのあるページかなと思うんですけれども、まあ、こんな形ですね、受注実績ですとか評価っていうのがサービス上に掲載されていきますので、まあ、それを信用が溜まってですね、活躍の場を広げていけるっていうのは、まあ、クラウドソーシングサービスの魅力の一つかなと思います。はい。で、最後ですね、個人の力が企業にイノベーションをもたらすということで、まあ、どういうことかというと、個人のアイデア、いや提案がですね、ダイレクトに採用されて、例えばそれが商品化されて社会貢献につながるということもございます。個人のスキルとか趣味や、が社会で生かされるというのもですね、大きな、まあ、魅力のですね、一つなんじゃないかなと思いまして、例えばこんな形で過去に、まあ、あった事例ではあるんですけれども、ベビーカーアイデアの大募集ということで、手書きで書かれているアイデアですとか、まあ、ソフトを使ってですね、作られているという中で、実際にこれが例えば商品化されて、まあ、消費者の課題解決につながると。といった中で、一ですね、個人のアイデアとか、まあ、アクションというのが、まあ、イノベーションとか、社会貢献につながるというところもですね、一つの、魅力の一つなんじゃないかなと思います。はい。ではですね、まあ、そんな、クラウドソーシングなんですけれども、どのような人が、まあ、どのように活用しているのかというところですね、第1部の最後に触れて
まあ、一部は終了にしたいかなと思いますと。で、第2部の方で実際にワーカーさん2名お越しいただいておりますのでお話聞いていくんですけれども、私の方で全体的なデータとか数字的なところをお話ししていきたいと思います。まずクラウドワークスの登録者ですね。はい、ざっくりこんな形になりまして、まあ、男性女性で大きなですね違いがあるわけではないんですけれども、男性でいうとエンジニアさんですか、デザイナーさんなど専門スキルを持つですねワーカーさんが多いかなというところになります。で、女性でいうとライターや事務、デザイナーなど出産や結婚期ですね、職場を離れた主婦などの方がですね、まあ、在宅ワークという形で活躍ご利用いただけるといったところになります。はい、続いてですね、の数字なんですけれども、こちらはクラウドワークス上の全取引のうち、まあ、どこから発注されていて、どこの方が受注しているのかといった数字になるんですけれども、左側ですね、全取引のうち真ん中発注ですね、東京からの発注が 54%、半数ですね、東京以外の発注が 46% というか半数になります。はい、で、その発注のうちどこの属性の方が受注しているのかというのが右側になるんですけれども、東京からの発注のうちですね、83% が東京以外の方が受注されています。東京以外の発注したのですね、のうち、これもですね、85% の方が東京以外の方が受注されているということで、全体的に見てもですね、東京以外での受注が 85% になっています。まあ、ここからもわかる通りですね、本当場所関係なく発注受注も含めてご利用いただいているというところと、まあ、こういったですね IT サービスですと東京の方が利用されているとご意見イメージ持たれる方もいらっしゃるんですけれども、そこですね関係なくさまざまな場所の方にご利用いただいているところになります。はい、で、働き方というところで、この方30代女性の方ですね。本業ではシステムエンジニアをされている副業ワーカーで、副業としてもクラウドワークスご活用いただいています。一時の母、転職によって時間に余裕ができたことをきっかけにクラウドワークスを始められました。で、主な対応業務はテープ起こし、文字起こしということで、この方のようにですね、本業ではエンジニアをしているけど、副業では違ったことをやっているみたいなワーカーさんですね、ご利用いただいている方もいらっしゃいます。はい、イメージですと本業のスキルを生かしてそのまま副業するといったイメージを持たれることも多いと思います。もちろんそういった方は多いんですけれども、この方のようにですね本業とは違った分野でチャレンジされている方もいらっしゃいます。はい、で、2人目ですね、この方大学時代より映像制作編集を始めてクラウドワークスでの活動をきっかけにフリーランスとして活動を開始されましたよという方で、まあ、クラウドワークスがですねでステップアップの土台というわけではないんですけれども、まあ、クラウドワークスの活動をきっかけにですね、活躍の幅とかを広げられていて、かつ、独学からこの方はフリーランスになられたということで、こういった方もですね、いらっしゃいます。はい。で、冒頭ですね、クラウドカレッジのご紹介させていただきましたが、まあ、一部ですね、アドビさんと共同でクリエイター向けのコースを運営しているんですけれども、クラウドカレッジのクリエイターコースの受講生の属性というところで、まあ、どんな方が参加しているのかというデータになるんですけれども、受講生割合、本業ですね、メインとしてはどんなお仕事をしていますかというところに対して、ノンデザイナー、デザインに関わっていない方が8割参加いただいておりますと。で、ノンデザイナーの方でも本業で事務とか営業ですね、企画などビジネス職の方が多いといった傾向になっています。そういった方の受講目的ですね、なぜデザインを学びたいのかという中で、まあ、副業にしたいというところが半数という形で、まあ、本業とは関係ないデザイン分野ですね、副業にしていきたいという方も、傾向として多いといったところになります。はい、まあ、このようにですね、本業のスキルを生かして副業されている方はもちろんいらっしゃるんですけれども、本業とは違った分野でチャレンジをして活躍の場を広げている方もいらっしゃいます。はい、第1部のまとめではないですけれども、まあ、副業のメリットというところで、副業にですね、チャレンジすることで本業だけでは得られない知識、スキル、人脈を獲得することにもつながるかなと思います。で、その結果ですね、逆に本業にも生かされて本業の成績が上がったという方もいらっしゃいますし、あとはキャリアチェンジとかジョブチェンジにつながるという方もいらっしゃると思います。このあたりはですね、副業の最大のメリットと言ってもいいと思います。本日はですね、2名のワーカーさんに実際にお越しいただいておりますので、まあ、私の方は全体的な、まずは情報の整理というところになりましたが、具体的な働き方についてですね、ここからお話を伺っていきたいと思います。実際に、事前にですね、アドビさんのブログの方で2名の方の取材記事というのを上げさせていただいたんですけれども、まあ、この内容ですね、より深掘りちょっとしていこうかなと思っておりますので、はい、このあたりで第1部は以上とさせていただいて、ここから第2部ですね、メインの方、ワーカートークセッションの方に移っていきたいと思います。皆さんですね、第1部ご清聴いただきましてありがとうございました。ということで、岩本さんに一度お返ししたいと思います。ありがとうございました。
はい、ではここからはですね、実際のワーカーさんにご協力をいただきながらセッションを進めてまいりたいと思います。先ほどですね、講演もいただきました進藤さんにもご協力いただきながらですね、ワーカーさんのリアルな声、ピックアップしていきたいと思います。今日ですね、お二人にご登場いただくんですけれども、まず一人目は落花生さんになります。落花生さん、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。どうぞお忙しい中ありがとうございます。いえいえまず最初にですね、簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、長崎在住の主婦です。子供は一人で男の子です。で、在宅ワークを始めてもう少しで5ヶ月になります。で、イラストレーターも始めてだいたい1ヶ月半になります。はい、ありがとうございます。長崎在住ということの、まあ、主婦の方であるというところですね。まあ、まだ副業を始めて日が少し浅いというところなんですけれども、進藤さん、実際主婦の方でこういったものに取り組まれる方っていうのは多くいらっしゃるんでしょうか。そうですね、もちろん本業とかこれまでの経験を生かしてですね、副業とか在宅ワークでデザインとか、あとはライティングとかっていうところで取り組まれている方も、まあ、主婦の方で非常に多いですし、あとはまあ本業とは全く関係のないところですね、新しく副業っていうところで、まあ、デザインチャレンジしてお仕事されている方も比較的いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。なるほど、そういった形でですね、取り組まれている方も非常に多いという話ではあるんですけれども、まあ、落花生さんご自身がですね、得意とされているところがあるとお聞きしているんですけれども、このあたりのところちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。はい、得意というか、学生時代からちょっとイラストを描くことが好きで、それを副業として生かせないかなって思ってました。はい、なるほど。やはりですね、我々のツール使われる方、まあ、副業の方に取り組まれるデザインをやられるっていう方で、やっぱり同様にですね、まあ、イラストですとか好き得意という方結構多くいらっしゃるんですけれども、そのですね、得意のイラストのちょっと情報もありますので、ちょっと画面出していただけますでしょうかと。はい、こういった感じでですね、やっぱり得意、まあ、上手というところがあるわけなんですけれども、うん、ものすごく著名なですね、アニメのキャラクターがこう描かれています。これはお子さんからのリクエストなんですかね。あ、そうです。子供と、子供の自由帳にちょっと落書きをしてたら、私が、それを見たクラスの子たちが、僕たちにも塗り絵用の絵描いてってなって、どんどん増えました。はい、落書き帳のレベルじゃないね、イラストがこう描かれてるところがあるわけですけれども、はい。まあ、やはりさすが、もう、前はやっぱ毎日のイラスト描かれてたんですか？そうですね。学生時代とかの、ゲームとかアニメキャラの誰々描いてって感じで、本当毎日だいたい3から5枚描いてたですね。うん、なるほど。はい、もう本当に趣味というか好きだったっていうところも当然あるんでしょうけども、はい、そこでまあメキメキ腕を上げてたっていうところがあるかもしれませんけども、実際これだけのまあイラスト描かれたっていうのは、まあ最近になって今一度こう始めたっていう感じなんですか？あ、そうですね。やっぱ子供ができてから、はい、ある程度今だいぶ自分でできることが増えてきたので、はい、やっと落ち着いてこう、あ、昔絵描いてたなっていう感じで描き始めました。はい、なるほど、なるほど。まあ、そういったところのバックグラウンドがあってというところと、あとまあお子さんが少し大きくなられてというところで、ご自身の時間ですとかっていうのも調整ができるっていうところが、まあ、この副業に取り組むというような一つのきっかけになられたんでしょうか。うん、はい。やっぱり時間がないとこう集中して書けないっていうところがあるので、はい、そうですよね。やはりその副業に取り組むっていうのは当然お子さんが小さい時はなかなかそういった時間ですとかっていうの自由になるっていうところでもないと思うんですけども、今ちなみにお子さんおいくつになられたんですか？今年で9歳になります。小学校もですね。はい、はい、上がられて3年生、うん、はい。まあ、当然ああいったアニメのキャラクターもっていうところがあるとは思うんですけれども、まあどうでしょう、実際じゃあそこで先ほどまあクラウドワークさんに登録されて4ヶ月ぐらいというところ、4ヶ月5ヶ月ぐらい経ったかなというところなんですけれども、ご自身の中でそのクラウドワークさんに登録するといったところでどのあたりを、まあイラストが得意だったっていうところはあったと思うんですけども、そのあたりからやっぱりチェックし始めたのでしょうか？はじめは、ライターとか、うん、どういう仕事があるのかをまず探すとこからでしたね。うんうんうん、そして、
初心者で応募してもなかなかどの案件にも受からなかったので、はい、あのタスクのそれこそ安い一件で5円とかそんなところの案件をちょこちょこやったり、それでもこう懲りずに応募したりして、そんなところですね。はい、やっぱりそのもちろんあの最初からっていうことはなかなか難しいっていうところも実際まあご経験されたところからというフィードバックになると思うんですけども、新藤さんどうなんでしょう、初めやられる方っていうのはどのあたりからこうスタートされる、見ていくっていうのがあのいいというかおすすめになるんですかね。そうですね、先ほどのまあ落花生さんが言われた通りで、タスク形式というものでよりまあライトなものからこうサービスを、クラウドワークスサービスを知っていただいて、まあ、そこからですね、デザインとかであれば、例えばコンペ形式で、はい、何かデザインを作ってチャレンジして、そこからまあデザインのスキルを高めつつ、まあ、クラウドワークス上の実績とかポートフォリオを作りながら、まあ、プロジェクト形式とか、ね、継続的な案件に応募していくって方は多いかなというところですね。はい。はい、で、まあ、実際そういったところから見始めていただいてということで、まあ、ご自身がまあイラストが得意であったという、先ほどのですね、バックグラウンドのお話もあったと思うんですけども、実際それ を、まあ、活用してというかお仕事でエントリーをし始めたっていうところなんかもあると思うんですけども、そのあたりもちょっとお話を聞かせいただいてもいいですか。はい、クラウドワークスに登録するのと同時にアナログではなかなか仕事が取れないってこうネットでもいろいろ情報を調べてたら出てきたので、はい、ではデジタルでも書けるようにならなきゃと思って、そのデジタルでの練習を始めて、はい。始めようと思って。はい。で、今じゃあ実際デジタルでこうちょっと書かれた作品っていうのもお借りしてるので、ちょっと画面出していただけますでしょうか。はい。はい、このようにですね、もういくつかの作品っていうのを、一部はあのご自身のポートフォリオなんかにも掲載がされているというところもあるんですけれども、どうでしょう、やっぱりアナログからデジタルみたいなところの違いっていうところにとあの戸惑いですとかっていうのはなかったですか。そうですね、初めはレイヤーって何かなっていう。お、レイヤーね、はい、そうですよね、はい、うん。なんでそんなに分けるのって思いながら、はじめは本当レイヤーを分けずに作ってましたまさに一枚絵として頑張って描かれてたなんていうところが。そうなんですよね、まず最初にレイヤーっていうところで、あの実際あのイラストを描かれるっていうツールは、まあ、我々のツールだけじゃなくていろんなものがあると思うんですよね、まあ、そういったところから始められる方も多くいらっしゃいますし、実際落花生さんもそういったところから入られて、まあ、パソコンを使ってデジタルで、まあ、イラストを描く、やっぱりバックグラウンドね、あのイラストを描くことが上手だったところがありますから、まあ、ある程度早い段階で先ほど見ていただいたようなこうイラストを描けるようにはこうなったということで、そういった、まあ、ご自身のまあセールスポイントというか売りをですね、経て、クラウドワークさんの中でこういくつかお仕事というか内容っていうのをこう探されていったと思われるんですけども、特にその中でもご自身がこの辺をちょっとよくあのチェックしたなとか、この辺をやってみましたみたいなところの話も聞かせていただければと思うんですけど。はい。イラストを活かした案件はどういうものがあるかを、まずクラウドワークス上で、クラウドワークスはいろいろこう、ライティング、開発、いろいろなんか、種類が分けられているので、はい、その中のデザイン、イラストのところで探していって、例えばアイコン作成、サムネイルの作成など、需要があるものは何かを調べるとこから、そうですね、作品を作っていくようにしていました。はい。新藤さんどうなんでしょうか、はい、実際やはりその、あの、アイコン作成、イラストっていうニーズは、企業さんの方から結構な数あるんでしょうか、はい、うん、そうですね、やはりこう、動画配信も含めてデジタルでビジネスを進めていくって企業さんもですね、増えてきておりますので、その中でイラストレーターを使ったイラストとかですね、あとは装飾みたいなところの発注とかデザインの発注っていうのは増えてきているかなと思いますね。なので、まあ、落花生さんのようにいろいろこうどういったニーズがあるのか調べてですね、取り組まれているワーカーさんもいらっしゃるかなと思いますね。ありがとうございます、はい、
そうですよね。一つ、例えば、チラシだとかポスターっていう部分だけじゃなくて、うん、映像っていうところだったり、例えばウェブサイトっていうところだったり、そういった素材というところに関しても、まあ、作っていただくっていうニーズが当然出てくるわけであって、うん、一つのコンテンツっていうところでも、より細分化して、こういうワーカーさんにお力を借りるっていう案件がどうやらあるというところもあるので、かなりの数ありますもんね。そうですね。はい、デザインでチラシを作るとか、そういうのはイメージしやすいかなと思うんですけども、一パーツとか、さらに業務分解していく中でデザイン業務ってたくさんあります。そういったところで、そこでイラストを作ったりっていうお仕事も非常に多いですね。そうですね。実は僕も登録させてもらって、いくつか覗かせていただいたんですけど、はい、やっぱアイコン作成ですとか、ロゴ作成みたいなものっていうのは、結構数もあってですね、多くの方々がそこを若さんとして、取り組んでいてっていうところがありますから、もうぜひ皆さんもその中身をですね、覗いてみていただくと、リアルにですね、どういったお仕事のニーズがあるのかっていうのを知ることができるんじゃないかなと思います。で、まあ、ラカスさんはそういった形で、イラストをアイコンのお仕事を実際お仕事として発注されたんですよね。あ、はい。嬉しいことに、今現在も、2、3本受けさ、継続でさせていただいているものがありまして、はい。はい。ポートフォリオとかに上げててよかったなって。うん、はい。そうですよね。まだ、だって初めてね、まあ、4ヶ月ちょっと、っていうところの段階で、まあ、イラストは上手だったっていうバックグラウンドはあるにせよですね、いろいろご自身の中で空き時間ですよ、あくまでも副業という立ち位置で、主婦業、お子様ですとかっていう職業の部分が中心の中で、そういったものに取り組まれて結果も出されているというところで、成功されている先輩の一人だとは思うんですね。で、まあ、今後、今もこう継続してすでにお仕事をこう副業としてやられていくっていう中でいくと、まあ、今回、まあ、我々 Adobe とですね、まあ、クラウドワークさんと一緒にやらせていただいているっていうところでは、まあ、Photoshop や、そしてイラストレーターを使ってということで、まあ、今後ちょっと取り組みの幅をこう広げていきたいなんていうところもあって、取り組みされているところがあるとお聞きしてますけども、そのあたりに関してはいかがでしょうか。はい。Photoshop もイラストレーターも、使ってて楽しいです。まだ全然、初めの頃はもう、前に戻るボタンはどれでやればいいのかっていうレベルからスタートしていて、あれ矢印ないよとか言いながら。それでも、クラウドワークスさんでされてたクラウドカレッジで、フォトショップの使い方とかをこう教えていただいたのもあって、はい、写真のもう単純な白抜き作業とか、はい、マスクの使い方の、とか、あとは、フォントにグラデーションをつけたりとか、本当基本的なところを今もこう勉強したり、応募とか、クラウドワークスの案件にも応募させていただいたりしながら、はい。で、イラストレーターの方も、アドビのことはじめ、イラストレーターことはじめで勉強させていただいているので、はい。それを活かして、ロゴ作成とか、イラスト作成も、ね、応募できるようにしていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。まだですね、落花生さんは、我々の Adobe のツールは、実際使い始めてまだ1ヶ月半なんですね。で、このベーシックなところは、まあ、我々の方でも、ウェブサイトの方で、どなたでも見るところにですね、学習コンテンツを置かせていただいております。で、おそらくですね、右側のチャットの方には、そういった学習コンテンツのいくつかをちょっとご紹介もさせていただく内容が今ツイートなんかもされてるとは思うんですけども、それだけでなくですね、まあ、クラウドワークさんの方では、落花生さんのように今始めて間もない方をですね、より広くサポートするというところで、実はクラウドカレッジというものがあって、まあ、その中で落花生さんも学習していると。で、今画面の方をちょっと出していただければと思うんですけども、今学び始めて、いくつかのもの、学習として取り組まれたもの、右下の方では、やっぱりイラストレーターを使って地図を書くということで、うん、その機能のベーシックなところを学んでいただいたりですとか、まあ、あと、クラウドカレッジ左ですとか、右上のものっていうのは、おそらく課題ですかね、こちらに関しては。はい。そうですね。課題で出されたもの。はい。取り組んでいただいたものが左側になるかなと思いますね。はい。はい。
で、まさにこう、やっぱり最初から使える方っていうのはもちろんいらっしゃらないわけであって、少しずつですね、学習をしていっていただいて、クライアントさんである企業の方から来たリクエストに対してお答えしたものをこう作られていくというですね、我々にももちろん学習コンテンツベーシックなものがありますと。それだけでなく、クラウドワークさん、クラウドカレッジの方では、さらにその取り組みっていうところ、クラウドカレッジについて、ちょっとじゃあ、進藤さんからお話もいただいていいですか。そうですね。ちょっと第3部の方でも簡単にお話しできればなと思っていたんですけれども、やはり、まあ、新しくですね、デザインスキルを身につけて副業にチャレンジしていきたいという方ですとか、まあ、今すでに違う分野で仕事をしているけど、デザインと掛け合わせで、例えば単価を上げていきたいとか、新しい分野にチャレンジしていきたいという方向けにですね、まあ、最初の一歩をサポートしたいなというところで、そうですね、よりまあライトな部分であるんですけれども、Photoshop とか、まあ、イラストレーターとか、あとは動画編集とかですね、というところでいくつかアドビさんと連携して、トレーニングコースみたいなところを開講させていただいております。はい。ありがとうございます。詳しくはじゃあちょっと3部の方でもチェックいただければと思うんですけども、はい、このようにですね、まさに始められている、いわば皆さんにとってはある意味先輩、まあもしかするとライバルなんていう方もですね、今日視聴いただいている方いらっしゃるんじゃないかなと思います。こうしてですね、少しずつの積み重ねが、まあ、まさにお仕事に今つながったり、ご自身が得意とされていること、やりたいことが、ここにはあるんではないかなと思います。まさに初めて間もないというですね、落花生さんに今日は長崎の方からオンラインでこうちょっと参加していただいているところがございますけれども、まあ、ライブでですね、今右側のチャットの方には質問をお受けすることもできますので、落花生さんに対する質問、まあ、我々に対する質問でも何でも構いません。ぜひちょっとですね、ご入力いただいて、この後お答えいただければなというところでございます。うん、はい。いかがだったでしょうか。まあ、いろんなね、お話聞くことがこうできたわけなんですけれども、チャットの方でですね、最初にこう、いくつかいただいた仕事を、質問の中でですね、時間の使い方っていうところが結構、こう、聞かせいただきたい方がいたようなんですけども、落花生さんの今のですね、こう、お仕事ですとか、ご自身の時間の使い方、ちょっとお話できる範囲でお願いできればと思うんですけれども。はい。ですね、今まだ子供が小学生ということで、朝子供が起きてくる前にちょっとメールをチェックして、そこから子供の学校の準備、うん、で登校した後に作業を始めてという感じですね。うんうんうん、まあ、実際じゃあお子さんが学校から戻ってこられるまではそういったもの家事をしながら今を見ながらちょっとこれをやられてるっていうところなんでしょうか。あ、はい、そうです。うんうんうん、あとはですね、結構こう絵がうまいなんていうことの声がですね多かったんですけれども、これやっぱり絵描くのは本当にやっぱ得意だったっていうところですよね。そうですね。自分では言いにくいですか、ごめんなさい。はい。でどうです、その10年前はまでは結構こう頻繁に絵を描かれてたっていうところなんですよね。そうです。全くやってなかったわけですか、本当に。そうですね、全くですね。子供と一緒にマンダラ塗り絵が保育園で配られたので、はい、それを塗ったりとかはしてたんですけど、はい、実際描くっていう方向で行ったのは本当、うん、もう今年に入ってからっていう、そんな感じです。はい、ありがとうございます。実際ですね、デジタルでこうやり始めたっていうところに関しては、我々の会社のツール以外のものから実際やられてるんですね。ここで誤解のないようにしっかりお話もしたとしておきたいと思うんですけども。で、今はそのクラウドカレッジの部分で、先ほど見ていただいたように、まあ本当にね、イラストレーターとか、フォトショップとか学んでるっていうところなんですけども、実際始められて1ヶ月半で、イラストレーターどうです、ご自身から見て。そうですね。機能が面白いっていう部分と、うん、本当、初めは前に戻るキーとかどこにあるのかっていうぐらいさっぱりわからなくて、それでもイラストレーターことはじめとか、うん、ああいったものでチュートリアルでお勉強させていただいたら、うん、こうちょっとした地図やキャラクターとかは、うん、シンプルなキャラクターとか描けるようになったので、うん、ちょっと最難関のペンツールを頑張らなきゃ、うん、そうですね、はい、いやいや、これはもうね、イラストレーター使う人は最初に絶対的にそこにちょっとだけつまずいちゃうんですよ、うん、長く使われてる方もやっぱりベジエ曲線はなかなか慣れなくてなんていう方もいらっしゃるんですけども、うん、でもやっぱこう使い続けることでいろんな機能ですとか表現っていう部分を使っていっていただくことできると思うので、うん、はい、
なんか皆さんですね、マンダラ塗り絵に随分いろいろハマってるみたいなんですけど。はい。これ誤解のないように私からちょっとお伝え皆さんにもしたいんですけども、絵が上手くないとできないってことは多分ないと思うんですよね。うんうん、まあ、もちろん、やっぱ絵が上手かったっていうのがどうしても落花生の場合は前に出ちゃってるところがあると思うんですけども、やっぱそれは特技の一つだとも思うんですよ。で、どなたかも書かれてたんですけども、ただ特技がやっぱり副業にもつながっていくっていう、まさに芸は身を助けるではないんですけれども、絵はね、すごくその上手だった。ただデザインの勉強されたことっていうのは落花生さん自身はあるんですか？いえ。全く、はい、そういったバックグラウンドですとか学んだっていうところはないわけですもんね。そうですね。逆に今学んでるって感じでしょうかね。はい、はい、バナー作成コースで他の受講生の方 の、 あのデザインセンスの高さに、はい、あれどうやったらできるのっていう、はい、でそんな感じ。今こう少しずつ取り組みをされて、で、実際こう応募っていうかエントリーはされてるんですよね、イラストレーターとかを使い始めて。はい、なんかきっとそこからまた出てきそうですね。今イラストのねお仕事ですとかっていうところ、アイコンの部分ですとかっていうのは少しずつ始められてるっていうことなんですけども、まあ、今後は特にこうイラストレーターを使ってお仕事っていうのもいずれはこう取っていきたいっていうところがありますよね。あ、はい。いやー、もう皆さんやっぱ絵が上手いのは羨ましいという声が絵は落花生さんなりの答えでいいんですけど、絵はどうやったらじゃあ上手くなりますかね。そうですね、うん、初めは、うん、私はトレースが苦手なので。あ、トレースが苦手。逆に、はいはい、見て描いてましたね。あ、なんかとにかく描くっていうことしか言えないですよね今もまだなんていうか動きのあるイラストになるとまた苦手だったりするので、うん、やっぱり上手な人のを見ながら体のバランスとかを今必死にまだ勉強しているところです。うん、あと具体的になんかご質問の中で PC のスペックが知りたいですなんていう質問もあるんですけども、使われてるのは Windows ですよね。あ、はい、 Windows です。 Windows でどれぐらいの、まあ、マシンのスペックスでももしかしたらそこまであまり分からないのかもしれないんですけど、あと、液晶タブレットとか板タブですかなんて質問もあったんですけど。ああ、スペック自体は 8GB ですね。ああ、なので後で外付けを買わなきゃいけないかなっていうところと、はい、あと絵を描く、そんなに高いスペックじゃないってことですよね、やっぱ PC のところ、ね、そうですね、はい、普通よりはあれかな、はい、で絵を描くのは液タブです。あ、液タブ使ってるんですね。なるほど、はいはい、やっぱりまあ絵描くのが得意ってところもありますんで、そのあたりを直接こう描けるっていう方がやっぱりいいのかなと思いますね、はい、そうやっぱりこう当然ね、やっぱ PC を使うってところではスペックが気になる方もいらっしゃったんで、質問がこう結構来てたりもするんですけれども、はい、そう 8GB だと普通ですよね、まあ、今 16GB とかっていうのもまあありますけれども、うん、はい、いろんな、そうですね。あとどうです、皆さんからいただいている質問の中で。なんか、進藤さん、はい、ご質問ですとかの部分で、あといろんなクラウドワークさん絡みの部分の質問なんかもいくつかありましたけど。はい、そうですね。それと、落花生さんのこう、プロフィールページですかね。どういうふうに気になりますって声があったんですけど、うん、あ、そうですね。うんうんうん、なんか落花生さん、こう、クラウドワークのマイページ、プロフィール気をつけていることとか、こういうふうに書いてますとかって、なんかありますか？そうですね。難しかったですよ。仕事がないときは、プロフィールに挙げられるように、ポートフォリオ用の絵を描いたり、うんうん、ちょっとでもスキルが上がったって思ったら、紹介文を変えたりしてますね。なるほど。なんか どのように変えられてるんですか？こういうの、新しく取り組みましたみたいな感じですか？あ、はい、そうです、うんうん。アイコンも作れるようになりましたとか。具体的にじゃあできるようになったことを日々アップデートしていくみたいな形でプロフィール文書も書かれてるって感じですかね。あ、はい、うん、やっぱりね、自己紹介というか自分を知っていただくっていう意味ではポートフォリオ作りもすごく大切かなっていうところですよね、うん、もしかするとそのクライアントさん自身が最終的にこういくつかの候補の中で見たときに、はい、当然ポートフォリオだとかご自身のサイトの部分も多分見られると思うんですよね。まあ、そういったところももしかすると最終選考だとか参考になるところっていうのがしっかりフォローしていただくことによって、その後の受注につながってくるかなっていうところなんかもあるので、
やっぱりできるところは注意しながらやっていくっていうところかと思いますので、うん、他の方の部分をねまた見てもそれは参考になるかもしれないので、そうですね、はい、そうです。いやちょっといろいろなお話聞けまして、うん、中瀬さんありがとうございましたということで、はい、残念ながらお子さんの登場はなかったようなんですけれども、はい、おとなしく待っていてくれたみたいだということでですね、はい、はい、お子さんにもよろしくお伝えくださいということで、ありがとうございます。はい、一人目のですね、若さんはですね、中瀬さんにご協力いただきました。中瀬さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。続きましてですね、また別の若さんにお話を聞かせていただければというところでですね、続きましては、フログフィッシュさんです。フログフィッシュさん。はい、こんにちは。はじめまして、フロッグフィッシュという名前でお仕事させていただいております。まずちょっと簡単に自己紹介の方させていただきます。はい、お願いします。はい、私は、現在沖縄県に住んでいます。なんと、はい。はい、ただ、もともとは、東京の出身でして、ちょっとお堅い公務員のお仕事をしていました。東京にいる頃ですね。はい、でその頃、ちょっと友達に、沖縄に行って、スキューバダイビングのライセンスを取らないかということで誘われまして、沖縄の方でライセンスを取得したんですけれども、はい、もうそれ以来このダイビングと、沖縄の海にちょっとハマってしまいまして、はい、毎月通ってしまっていたので、これはもう移住をした方がいいと、決断し、はい、沖縄に住み始めてしまったという感じです。なかなか決断力と行動力がある方になるわけなんですけれども結構大変だったんですけど、まあ、勢いですね、はい、じゃあちょっと僕のごめんなさいね、はい、画面を出していただいてもいいですか。ログフィッシュさんのですね、今の環境っていうところをちょっとですね、なんと、はい、こういった感じたちのところで、で今やられてるお仕事の話をじゃあお願いできればと思うんですけど、ね、はい、現在ここはですね、大宜味村というところで、はい、那覇空港から車で2時間ぐらいなんですけれども、はい、ヤンバルと呼ばれているこう青い海と、あと緑の森に囲まれたすごく自然豊かな、はい、コワーキングスペースになります。はいはい、で普段のお仕事は、まあ、コワーキングスペース利用される方の、まあ、受付し案内したりとか、それからお仕事の合間に、はい、まあ、ちょっとまあ、県外の方も結構いらっしゃるので、そういう方には沖縄の話をちょっと、してみたりといった感じで、お仕事させていただいてます。はい、はい、そうですね、もうまあ、多分多くの人がもう羨ましいという感じではあると思うんですけどでもご自身がそれを決断されて、ある意味公務員というところを辞められてこう動いたっていうところは、いろんなリスクもあったかと思うんですけど、はい、やっぱそれだけ沖縄に魅了されたと、はい、ところで、もうヤンバルって言ったら悔いなっていうぐらいですね、貴重な天然の見物のヤンバルクイナがいるあたりに、ね、はい、那覇から2時間ぐらいですから、結構、ね、上の方に行かないといけないぐらい、そうですね、はい、はい、この写真から見る限りの自然豊かなところで、はい、まあ、お仕事されているというところになるかと思いますけども、はいはいはい、まあ、今日はそういったところで実際まあやられて、まあ、お仕事っていうところは沖縄にいて、でこのワーキングスペースで働いてらっしゃるということが分かりました。うん、じゃあなぜご自身が副業をやろうと思ったのかですとか、そのあたりの話もちょっとお聞かせいただけますでしょうか。はい、ですね、最初は、まあ、あまりちょっと副業っていう言葉の意識は持ってなかったんですけれども、はい、ハマってしまったダイビングをするときにですね、潜ってみた魚をこの記録につけるんですけれど、その時に文字じゃなくて、うん、ちょっとイラストで描いたら可愛いし楽しい思い出になるかなっていうところがスタートで、で、もともと絵を描くことは好きだったので、そういう、こう魚のイラストを描きたいなって思ってたんですね。うん、でダイビングされる方って写真の方多いんですけど、イラストをやる方はあまりいなくて、うん、で多分これ私だけじゃなくて他のダイバーさんもこういうシールとか作ったら欲しいんじゃないかなっていうところで、うん、じゃあ作って売っちゃったらどうかなっていうところがスタートでした。なので、そうなんですね。はい、もうなんか副業っていうか、もう自分で売っちゃって、ちょっとまあ、うん、できたらお金もらえたらいいかなみたいな感じのところが、はい、まあ、いわゆるそれは副業なのかもしれないんですけど、そんな感じで、はい、始めてしまって、で実際に、うん、お土産品店とかでシールとか、いろんなものちょっと作って販売させていただいて、
て、爆発的ヒットにはなりませんでしたが、まあ、そこそこ売れました。はい、ちょっとですね、材料をいくつかお預かりしているものがあるので、僕の画面ちょっと出していただければと思うんですけども、はい、もう好きな魚っていうのが右上にとかにいるんですけども、はい、はい、これはもうイラストレーターで当時から描かれてたんでしょうか。そうですね、イラストレーターで描いて、うん、でもう最初やっぱりイラストレーター難しいですよね。はい、いいですよ、ちゃんと言ってください、その辺は僕がいるからって遠慮しないで言ってください。はい、いやもうイラストレーターそもそも知らなかった時に、たまたまこう、仕事場で使ってる方がいて、はい、なんかやってるところ見たチャンスというか機会があって、はい、でなんかちょっと面白そうだな、イラスト描けるかなみたいな感じで、うん、勉強しようと思って、最初私本を見に行きました、はい、イラストレーター入門みたいな感じ、うん、で正直言って本の厚さにちょっと引きましたね。イラストレーター、ね、みんな本厚いんですけどみたいな感じで、はい、これは難しいっていうことだよねっていうところで、もうどうしようかなってちょっとやっぱ最初は躊躇したんですけど、やっぱりやってみたいなっていう気持ちの方が大きかったです。うんうんうん、はい。まあ好きだったっていうところももちろん大事な要素の一つだと思えるんですけども、もう本当にあれなんですね。全てがこう海の中にいた感じがありますよね。そう、そうですね。なんかこうマニアックな魚可愛いんですけど、そういうこうイラストって世の中にあんまり、まあ今もそうかもしれないですけどないんですよね。ちょっとそれを書いたり知ってもらったりしたいなみたいなところは大きいです。はい、うん、まあシールを作ったりなんていうことをお話しされてましたけど、まあ、そういったものをちょっと作ったりもしてっていうことで、徐々に逆に言うとイラストレーターをこう知っていったっていうところかと思いますね。はい、はい、そうですね。はい、やっぱ難しかった本音がね。ちょっと当時思い出していただいたわけですけども、やっぱり難しかったぞみたいな。そうですね、なんかこう最初のこうイラストレーターとはみたいなところ読んでてもやっぱ正直意味わかんないっていうところが、はい、まあ、レイヤーぐらいは分かったんですけど、はい、それ以外あんまりよく、ベジ曲線って何ですよ、まさにそな、うん、何が違うのっていう感じでしたけど、うんうんうん、まあ、なんでもうとりあえず一個一個理解するよりこう自分がやりたいことに近いところだけちょっとちゃんと本を見てみようかなみたいなところからやって、うん、もう本当に書くことをまずできればいいやっていうところでしたね。うん、まあ実際こう沖縄にこう東京から沖縄にまあ移られて、はい、でまあダイビングっていうところがまあに魅了されてこう移られてきたわけですけれども、はい、まあ、当然それなんかお仕事はその後されたわけですよね、沖縄に移られてから。そうですね、まあ、リゾートホテルとかを中心に観光業で結構長いこと働いてたんですけれども、はい、で観光業をやってやりながら、まあ、うん、イラストとか、まあ、もちろんダイビングが優先、ダイビングが優先ですよね、まずはダイビング。仕事じゃないけどダイビングがトップで、その後がこうそうですね、とかっていうところだったので、まあ、そのダイビングに関わるやっぱその魚見たら描きたいなっていうのは、そこはちょっと仕事、うん、とは別って言ったら変ですけど、それは常に、うん、はい、あったので、でもまあイラストレーターをそのダイビングをやられていた時に、魚とかを描くのでこう使うようになられて、先ほど紹介したようなものを作ったりして、でまあそれをシールにしたりなんていうところで、まあその頃はまあ、まあ、当時あまりこうね、なんしろ副業みたいなのがあんまりなかったかもしれませんけども、まあ、そういったものをやりつつで沖縄にその移られて、でホテルですから勤務されてたというところで、はい、で実際そこでもなんかこうイラストレーターを使うことがなんかこうスキルとしてなんか役立ったっていうのを、はい、少し先に聞いていたんですけども、はい、はい、そのあたりちょっとお話いただけますか。はい、ですね、イラストレーターを、まあ、まあまあその頃はそこそこ使えるようにはなってたんですけれども、たまたま、宴会とかその披露宴とかを担当する部署の方に勤務した時に、はいはい、やっぱりこのちょっとしたレストランのこの季節のチラシ、季節メニューのチラシとか、うん、あと披露宴の時のウェルカムボードだったり、はい、お席の席札とかっていったちょっとしたものをやっぱりこの、作るっていう作業が発生して、その時イラストレーターを触れたのが、私だけだったので、そういったものをこう、じゃあちょっと作ってくれないっていうことで作りました。
で、それまではイラストというか、まあ、ポスターやチラシを印刷業者さんとかに発注してたみたいなんですけれども、はい、やっぱりこういちいち修正とか連絡しないといけないとか、あのこうしたいんだけどみたいなのがなかなか伝わりにくかったみたいだったので、うん、あの結構重宝されて、はい、ブライダル あの披露宴のこうプランのチラシとかは私が辞めた後もしばらく使っていただいてました。なるほど、はい、あのもうそれはもうある意味お仕事っていうことの本業の部分で の、まあ、あのただウェディングの部分でコンテンツを作るっていうことがメインではなかったんですけど、まあ、ご自身ができるというところがあったので、そういったところにも着手されてたなんていう話を今聞かせていただいたんですけども、まさに今芸は身を助けるではないんですが、まあ、そういったところでもスキルを生かすことができたと。でですね、今ちょっともう私の画面ちょっと出していただければと思うんですけども、これがですね、あのまたお借りしている別のコンテンツになるんですけども、これはあれですね、あのロフィッシュさんご自身がこうお仕事で受けたということよりは、なんか近くからお願いされてサポートして作ったみたいな話を聞いてますが、はい、はい、そうですね、私がそういうこうちょっとイラストとかを、まあ、やったりチラシとかを作れるっていうことを、あの、まあ、友人とかあの知り合いとかがあのだいぶ知ってるようになった段階で、居酒屋さんをやってるお友達なんかがその、ちょっとメニューがもう昔のが古くて汚くなっちゃったんで作ってくれないみたいな感じで、はい、作ったのがこの、メニュー表というか、これはあのお店のテーブルに置いてあるやつなんですけれども、うん、こちらの方を、まあ、依頼されて作ったものになります、うん、はい、で右側の方は、これはもう今あのこのコワーキングスペースの隣にある国頭村というところで、うん、あの修学旅行向けのこの、旅行代理店さん向けにプレゼンするパンフレットを作りたいということで、うん、で、ちょっと依頼を受けましたので、はい、これは、全部で8ページだったんですけれども、うん、まあ、パンフレットっていうのは初めてさせていただいたお仕事だったんですが、はい、これはあの、ちょっと写真とかも全部提供していただいたり、結構チェックも入って最終的にはあのちゃんとした印刷業者さんにデータを渡すっていう感じのお仕事で、はい、受けさせていただきました。はい、あのぜひあの左側のセミにも触れていただきたかったんですけどもあ、ごめんなさい、セミの方はですね、そうですね、セミの方はですね、あのこれはあのやっぱりお友達が、はい、代行業をやってる、またさらにそ、そうですね、運転代行さんのお友達がまたその友達にいて、うん、でちょっとこのこれなんていうんですか、あのショップカードっていうんですか、あの居酒屋さんとかによく置いてある名刺、はい、ありますね、ショップカード、はい、名刺のようなものですね、はい、はい、あのこれとあと同じデザインでその車の横にマグネットシートで貼る、うん、ありますよね、確かに、はいはいはい、あの代行のあれを、はい、あの作ってほしいということで、うん、まあ、あのコンセプトはもうご本人があの、うん、日暮しっていう名前にしたいのと、セミちょっとあのちょい悪なセミを描いてくれる、ちょい悪なセミサングラスをしてる感じでちょっとあの、はい、イメージしてみたんですけど、ちょい悪系なセミでお願いしますっていうことだったので、はい、これを、はい、作らせていただきました。ありがとうございます、はい、あのそうなんですよ、あのこれですね、実はこのなんか副業っていうことではなくて、地元の方から、まあ、いわゆる本当に今お話しいただいた通り友人ですよね、友人から、はい、あの得意とされてたところなので、ちょっとこういうの作ってよっていう形で、これ対価がだからなんですか、泡盛3本とかそういうなんか食事とかってそういうことですかねこれ対価は、あの居酒屋さんはあの、はい、なんですかね、一回ご飯ただっていうのはありましたけど、はいはい、でもあのやっぱり最近はあの皆さんこう例えばこれをちゃんと発注したらいくらやっていう、うん、なんていうんですかね、あのことを結構皆さん知って売ってる感じになってきて、で、うん、そうなるとやっぱりこういうことにはちゃんとお金払った方がもうあのまたもう一回お願いできるよねっていう風に思っていただけて、あの、はい、次にお願いするときにあの気持ちよくやりたいからあのいくらなのか言ってっていう形で、今はもうこの3つとも、うん、あの一応報酬をちゃんといただけました。なるほどなるほど、やっぱそういったところのリレーションも大事ですかね、はい、うん、そうですね、はい、うん、なるほどですね、うん、じゃあのその実際このもう一つ、これはあのまあクライアントさんというところよりはご自身のあのコワーキングスペースの作られたフライヤーの例をちょっとここから、はい、出していただければと思うんですけども、はい、はいはい、そうですね、これはもうあの自分のところの、コワーキングスペースのチラシをまあ作るっていうことで、あのまあ
イラストとかレイアウトとか、あと文字の方も全部自分でやってるんですけれども、うん、これはですね、でも、先ほどの、パンフレットのお仕事のやったことがすごく、勉強になりまして、うん、正直言って、紙の発注ってなかなかやっぱ経験上なかったので、はい、塗り足しっていう言葉を知らなかったんですよ。このなるほど。はみ出して、はい、なんて言ったらいいのかな、この切り取るからこう割とちょっと大きめに作ってくださいねっていう、この塗り足しという単語を知らなくて、うんうんうん、初めて印刷、その発注した時に印刷業者さんに、すいません、塗り足しの部分が足りないんですけど、ご連絡いただいて、塗り足しって何ですか、うん、っていう話をしたりとかして、で、はい、それがこのチラシを作るところですごい勉強になって、もう今ちょっとチラシ作るのはもう任せてっていう感じにだいぶ、はい、やっぱ経験大事ですね、そういう意味ではね、大事ですね。なんかそういうちょっとしたことが分かんなかったりするので、はい、そういう、こう勉強とか経験がないとやっぱり、うん、なかなか難しいですね、うん、まあ、そうですよね。最初からその塗り足しなんていうのはね、学校で教えてくれるわけじゃないですしやってみて印刷会社さんに入稿してとかっていうことを経て、はい、多分覚えていらっしゃるのかなとも思えるんですけども、はい、はいはい、そうですね。なので私ちょっとフォトショップは苦手なんですけど、あ、そうですか、はい、すいません、いやいや別に写真のセンスがないので、イラストでこう作りたいっていうところが大きい感じで作ってるチラシになります、はい、まあ、やっぱりそのいろんな ご経験を経て、こうだんだんこうスキルセットもこう持たれていくようになってきていうところなんですけども、じゃあ実際その、まあ、今回はまあ我々のツールと、まあ、クラウドワークさんっていうところの一緒のセミナーのところもあって、まあ、クラウドワークさんに登録もされていて、はい、登録はどれぐらい前からされてたんですか？最初に登録したのは5年ぐらい前だったと思います。はい、はい、うん、そうですね。先ほどね出演いただいた落花生さんは本当にちょっと前、1年ぐらいのちょっと前なんですけども、それに比べると結構前ですよね。そうですね、はい、ただ登録して、最初ちょっとお仕事した後に、その頃、うん、この本業で勤めてた会社さんの方のまあ、仕事が忙しいっていうのもあったんですけど、はい、全くこうイラストレーターとかそういったものに触るような業種ではなかったので、うんうんうん、業種っていうか内容ではなかったので、はい、ちょっとずっと離れてたんですよ、登録して2、3年ぐらい、うんうんうん、で、たまたま、またこれまた知人で別のちょっとイラストをやちょっと作ってっていうお仕事があった時に触ってみたら結構忘れちゃってたんですね、はい、イラストレーターを、はい、であちょっとこれまずいなと思ったのと、あとやっぱ触り直ししたら、うん、やっぱり楽しいっていうのがあったんですね、うんうん、楽しいんでちょっとやっぱもうちょっとやっときたいなっていう気持ちで、まあ、うん、もちろんクラウドワークスさんでその副収入あったらいいなっていうところも大きいですけど、うん、自分がこういうイラストレーターとかを触り続けられることを何かやりたいなっていうところも大きくて、はい、ま、真面目にちゃんと仕事真面目に、はい、エントリーしてみようかなみたいなところ、はい、なるほどなるほど、いやそういった形で、はい、いや登録こそ少し前ですけども、まあ、実際こうなんかクラウドワークさんを使って の案件をこなすようになったのはある意味少し最近っていうところかもしれないですね。そうですね、で実際、取り組まれたものっていうのもお借りしているので、はい、ちょっと画面出していただければと思うんですけど、はい、はい、なんと、ね、沖縄にいて札幌とか函館とか東北のイラストっていうねそうですね、はい、まあ、たまたまなんでしょうけれども、はい、これはクラウドワークスさんのから受注したお仕事で、うん、クライアントさんからまあ、この写真がその素材としていただいて、うん、でこの写真をイラストに起こしてくださいっていうお仕事でした、うん、はい、でまあ、多分全国の 名所遺跡みたいなところのなんかイラストの案件のうちの一部だったかとは思うんで、時計台が難しかったっていう記憶がすごいありますけどなるほど、そうですよね。実際見に行くにはちょっとね、とんでもなくお金もかかるわけだって、写真を多分参考に作られたとは思うんですけども、はい、はい、そうですね、うん。でも楽しかったです、これも。自分がちょっと旅行気分ですかね。はい、うん、どうなんでしょう。実際は、はい、まあ、これは本当に一例をお借りしているんですけども、はい、まあ、他でお仕事をやられた部分の中で、はい、
なんか失敗談とかこういったところちょっと苦労したみたいなご自身の経験談をいくつかお話もいただければと思うんですけど。はい、あのやっぱりその、まあ、今例えばチラシとかだとどれぐらいの時間でできるかなっていうところなんとなく自分では分かるんですけれども、うんうん、あの内容的に初めてこういただくお仕事とかはどのぐらいの時間がかかるのかなっていうのはちょっと分かれないっていうところが、うん、いつもあのなかなかするところですね。あの、うんうん、あんまりこう切羽詰まって やると時間が足りなくなってしまうし、うん、あのそうかといってあんまり こだわりすぎるっていうのも良くないのかなみたいなところもあったりとかします、うん、であとはそのそうですね、苦労したのはさっき あの塗り足しの話にあったようにこう、はい、それそういう業界用語的なところを知らない、ね、はい、知らないっていうところで、あ、うん、すいませんみたいな、あの、うん、ちょっと分かんないんですけどとか、あとはもうネットで調べてみるとか、うん、そういう、こう業界の常識的なところを知らないっていうところがやっぱ専門的にやってないところのちょっと辛いところかなっていうのはありますね、はい、いやでもあれですよね、そのなんか先ほど言ってたのがイラストレーターを使うにはあの本を見なきゃいけなかったっていうところでもうものすごく分厚い本で、はい、まあ、そこがちょっとあれって話もありましたけど、うん、今いろんな分からないことって調べることができる時代になったんじゃないかなと思えるんですけど、はい、そのあたりどうです？そうですね、私が本で勉強してた時はもうあの正直アドビさんのヘルプがちょっと奥に進む英語だったりとかっていうはい、そうですね、その通りすいません英訳してまで読むっていう、はい、こうちょっとそこの労力が、はい、そこまでちょっと私ごめんなさい気力がなかったです。いやいやいや、すいません、はい、はい、であとチュートリアルとかも今ほどこう溢れているような時代ではなかったので、あのもう本当に本を見ながらあの今これやりたいけどこういうふうに書けるツールって何かなみたいな感じの逆引き的なこう、やり方でこの、本を使ったりしてたりしました。あとこの本屋さんに行ってちょっとかっこいいデザインブックみたいなのを、うん、まあ、2冊ぐらい買って、うん、眺めてるだけでしたけど、こう線眺めて、うん、あ、イラストレーターでこんなことできるんだみたいなところは参考にさせていただいたりとかしたんですけれども、はい、うん、やっぱりちょっとずつそういったところで、先ほどこう作られたあのフライヤーの部分で、経験を少し積んで、で実際はこうクラウドワークさんからあの企業さんの案件だとか、うん、こういった先ほども見ていただいたイラストの案件だとかっていうのを、はい、こう少しずつ今やられるようになったというところの、はい、まあ、いろいろお話聞かせていただいてるんですけども、はい、じゃあちょっとここからはいくつかいただいている質問ですとかっていうところにお答えもいただければと思うんですけれども、はい、ですね、そうですね、結構ですね、あのいやいやそんなことないですよ皆さん、金銭に関する質問っていうのはですねこれリアルに出てるんですけどもあのこのあたりはですね決してあの避けてるわけじゃなくて、やっぱお仕事だったりこの細かな部分っていうところがあるので、ここに関してはじゃあですね、あの進藤さんにちょっと振らせていただこうかと思うんですけども、あのお仕事の内容の部分とかってやっぱあの、はい、そのもちろんギャランティーとかのところの話もあるとは思うんですけども、どうでしょう、このあたりのトピックについてなんかお答えできる範囲で、クラウドワークさん的なところではごめんなさい難しい振りでした、はい、そうですね、ちょっと第3部の方でもあのステップアップみたいなところと一緒に触れようかなとは思ってるんですけども、まあ、イラストレーター一つにとってもですね、はい、ではみんなができることと、その人じゃなきゃできないこと、まあ、表現力とかいろいろある中で、まあ、クラウドワークスのサービスもですね、まあ、ちょっと難しい言葉です、市場原理というところもありまして、うん、まあ、その人ならではの表現であれば、まあ、単価が上がる部分があったりとか、ある程度こう誰でもできるようなお仕事であれば単価低いと思われてしまうこともあるかなと思うんですけど、まあ、一つですね、ステップアップとしてはやっぱりこうスキルを高めながらやっていくというところは、うん、まあ、そうですね、まあ、初心者が始められているところテーマであるんですけど、まあ、それにセットでスキルを高めていくところは重要かなと思いますね、はい、そうですね、あの私も全くその通りだと思うんですよ、あの、まあ、皆さんをご理解いただいている通り楽して稼げるっていうのはあるものではないと思うんですね。で今こうお話をね、ロフィスさんからも伝え、ね、お聞きできたように、いろんなものを積み重ねながらここまで来られたというところで、あのイラストレーター歴は何年になるんですか？途中使ってなかった時期はありましたけど。
そう、一番最初がイラストレーター10、10ぐらいだ。めっちゃ前ですね。めっちゃ前です、皆さん。はい。なので、最初そこは随分使ってなかった機会もあったっていうことですね。そうですね。12ぐらいまではなんか覚えてるんですけど、その後多分だいぶ飽きました。はい、で、CS5 ぐらいまでは多分空いてると思います。はい。はい、うん、間がこう、ドンと空いてると思います。そうですね。あとなんかごめんなさいね、まあ、イラストレーターはずいぶん前、多分もう今の方知らないけど、昔はボッティチェリのヴィーナスのイメージだったイラストレーターっていうのの最後ですね、イラストレーター10の最後、はい、そんなイメージなんですけど、はい、はい、であとご質問としては、まあ、一案件にかかる作業時間を教えてほしい。まあ、もちろん内容にもよると思うんですけれども、はい、先ほどの話だとなんかそういうなんですかね、全体の制作の時間も分からずに受けてしまってかなり大変になっちゃったなんていうところもあったと思うんですけども、ものによると思うんですけども、大体その辺が参考になるような作業時間の共有っていただけるものでしょうか。はい、そうですね、やっぱり最近はもうチラシとかはだいぶ慣れてきているので、まあ、そのクライアントさんがどの程度その素材とかをどこまで提供してくれるかっていうところでもかかる作業時間ってだいぶ変わるんですけれども、例えばもう、テキストも決まってて、カラーもこれとこれみたいなをしていただいてたりとかする場合には、まあそうですね、一案件、もうピシッと全部揃ってて、あ、これでいこうっていう感じのイメージをいただいてから作業するのであれば、半日ぐらいで仕上げっていうのは、仕上げまでいくっていうことは可能かと思うので、まあ、まあ両面とかだと3時間から4時間ぐらいちょっとかな、うん、フライヤーを作るときっていう感じですかね。そうですね、はい、両面印刷っていうのが多いんですけども、両面だと、うん、まあ3時間4時間ぐらいで、ただ一旦やっぱりクライアントさんにこういう感じですけど上に投げてまた戻ってきてどう修正が入るかっていうところがあるので、はい、うんうんうん、そうですよね、まあ、もちろんクライアントさんとのコミュニケーションの部分の時間も必要になりますし、作られたものの確認っていうところがその最高の時間になるとも思うんですけども、はい、まあ、どうです、そのコワーキングスペースのお仕事の時間の使い方と、まあ、はい、まあ、あと、まあ、これ副業っていうかその辺のご自身のバランス的な形のものだとどれ対どれ、あとはまあね、フログフィッシュさんの場合は大事なダイビングっていうのがあるんですけどもそのか使い方みたいなものですよね。そうですね、まあ、コワーキングスペースにいる間にその利用者さんもお仕事されてるわけなので、まあ、はい、それと同じか自分も利用者の一人みたいな感覚で、まあ、必要のない時には自分の仕事をしていられるっていうところでもあるんですけど、ただ、はい、長時間は集中できないのでやっぱり夜とかになりますね。夜にがっつり作業してで、はい、ちょっとした気になるところの仕上げとかはそういう隙間時間にやるみたいなところだったりはします、うん、あとクライアントさんのやり取りとかメールとかそういったところはもうその隙間時間とかに ほとんどやってる感じになります。はい、ありがとうございます。やっぱりこう本当に、いろんなご経験があって今はここまで来られたなっていうところもすごく感じさせていただいてはおりますけれども、はい、やっぱり案件ごとにもちろん違うっていうところはあったかと思います。そうですね、はい、はい、なかなか予測できない時もあるのでもその時は、うん、はい、もうそれはそれで経験積む一つなんだなっていう覚悟でやる感じですね、うん、あとはなんかこう多くの方々が、まあ、もしかするとライバルになるかもしれないですけどもご自身がこう仕事をこうなんとかね受注しようと思うような形でエントリーの方っていろいろあるじゃないですか。直接クライアントさんからお仕事いただくケースがあれば、はい、はい、そこに対して応募してやるみたいな部分だったりするね、はい、ご自身がそのお仕事をやる際になんかこう少しこう見ていた方々のなんかヒントになる、こういうことをするともしかするといいところもあるかなみたいなところでなんかアドバイスというか先輩としていただけるようなものってありますか。そうですね、まあそんなにすごいものを作れるわけではないのであれですけど、やっぱりさ、ポートフォリオみたいなところにそのできれば自分のやったお仕事とかを載せてこう追加していけるとやっぱりそれが実績になるので、あ、こういうテイストのものを作ってくれる人なんだなっていうふうに判断はしてもらいやすいのかなっていうところはあります、うん、はい、
であとはやっぱりこの時間のある時に自分のイラストとかをちょっと描いて校了の方に追加をするとか、うん、あとはそうですねイラストレーターの、まあ、今そのありがたいことに豊富にチュートリアルがあるのでその辺をこう、うん時間がある時にやっぱりこう見直すと、うん、あれ私こういう機能使ってなかったみたいな新たな発見とかが結構あったりするので、うん、そういうところを発見すると多分時間的なその効率はアップしていけるなっていうところで、うん、最近そこはすごく、うん、やってるところですね。はい、ありがとうございます。そうですね今お話もいただきましたけどもイラストレーターですねイラストレーター10から比べると今のバージョンって実はもう25になってて機能もめっちゃ増えてて使うあくまでも作るためのツールでありますので、うん、ぜひ皆さんもそのイメージしているものクライアントさんからリクエストされたものを作っていく部分に関してはいろいろなところを活用していただきたいというところがあります。まあ、距離場所問わずにですねこう作ることができるっていうところがなんかこう徳石さんからのお話からもこう皆さん共有ができたところなんではないでしょうかというところですね。はい、本当になんかいろんなご質問をいただけて全てもちろんフォローすることはちょっとできなかったんですけれども徳石さんありがとうございました。いろんなお話をちょっと聞かせていただきまして、はいありがとうございました。はい、コワーキングスペースに困ったら、はい、もしかしたら徳石さんのところにお邪魔するっていうところが出てくるかもしれませんぜひぜひその時、はい、イラストレーターのお話とかもできたら嬉しいので、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、お二人のワーカーさんから貴重なお話聞けたんではないでしょうか。まあ、参考になるところですね、皆様、ぜひ活用いただければと思います。ということで、だいぶですね、時間がこう過ぎてきておりますけども、なかなか先ほどのですね、チャットの中でトイレに行く時間がないので申し訳ございませんということでですね、ぐっと詰まった情報になってますけれども、これですね、一応アーカイブで、ですね、来週には多分お伝えができるんではないかなと思いますけども、もしトイレ行かれるんだったらもう行っちゃってください。ということでですね、じゃあ、ここからも第3部ですね、入らせていただきたいと思いますけれども、再びですね、進藤さんに、バトンを渡しつつ、私も参加しながら3部入っていきましょう。お願いします。はい。ということで、第3部の方に移っていきたいと思います。セミナー自体も残り30分ですね。はい。進めていきたいと思います。では、スライド、お願いいたします。はい。3部はですね、イラストレーターを使って副業をしていくための Tips 紹介ということで、まあ、より踏み込んで、あとはクラウドワークスの、まあ、ルール的なところもですね、触れていこうかなと思います。はい。で、第3部の内容は、この5つで、お話ししていきますと、最初イラストレーターを使ったお仕事の、まあ、難易度とステップで、クラウドワークスの仕事形式、ルール的なところですね。あと、募集要項を見ながら解説ということで、実際の案件ページを、まあ、見ながら解説していきます。4つ目、副業をスタートしていく上での3つのポイント。で、最後、では、まあ、今日からですね、明日からにしようかなと思ったんですけど、まあ、テーマが今でしょうか。なので、今日から何をするというところで、まとめにつなげていきたいと思います。はい。では、早速ですね、イラストレーターを使ったお仕事の難易度とステップということで、ワーカーさんのお話をお伺いする中で、では、まあ、どういったところから、初心者の方ですね、まあ、どういったところからスタートしていけばいいのかと、疑問に持たれることも多いかなと思うんですけれども、まあ、おさらいですね、これ第1部の方で挙げさせていただきましたが、実際にクラウドワーク上にある Adobe イラストレーターでできる仕事ということで、このような、仕事があるんですけれども、ちょっとステップ、難易度とステップみたいなところで、私の方で挙げさせていただきました。実際ですね、私も本業はまあビジネス職ですね。こういった形で、ね、企画とか、まあ、セミナーとかやっているわけなんですけど、副業はですね、デザイナーというところで仕事をさせていただいておりまして、きっかけはクラウドワークスで受注したところから、うんうん、今はですね、仲間と一緒にデザイン、会社を作るような動きしたりとか、いろいろ映像制作やったりとかしているんですけど、私がですね、こういったストーリーでちょっと始まりましたので、はい、私の意見も入れつつ、入れさせていただきました。経験談、いきましょう。うん、はい。まあ、難易度としましては、やはりバナーとか名刺はですね、デザインする範囲が比較的、狭いというところで、かつですね、まあ、デザインの基礎基本が凝縮されているので、ソフトのトレーニングにもちょうど良いかなというところと、まあ、そこからですね、チラシとかデザインの範囲を広げていく中で、一部でフォトショップとか使いながらですね、画像の加工を入れたりとか、あとはまあ、ロゴになってくるとですね、アイデア性というところを求められますし、イラストレーター活用のよりこう表現力ですね。先ほどワーカーさんからもありましたが、まあ、難しい表現力を求められるというところで、まあ、こんな形でちょっと難易度とステップを置いてみましたが、山本さん的にこう、そうですね、イラストレーターのソフトを使うというところで、難易度でいうと、どうですかね、イメージ感。
そうですね、はい、どれもそれなりにスキルを求められるところももちろんあると思うんですけども、はい、確かにロゴはロゴで難しいですよね。そうですよね。はい、これオリジナル性があったりっていうところですとか、はい、求められる要素っていうのが、うん、結構出てくるところもありますと、うん、で一方チラシっていうのも結局は集合体なわけですよね、うん、まあある意味ロゴもあって写真もあってっていうところなんですけども、はい、そこもレイアウトのバランスとかっていうのを求められたりもします、うん、である意味バナー確かに左側にある方が、うん、こうなんでしょう、参考になるものがあったりとか、ある程度こう、うん、なるほど、なんかピースをこうはめていくような感じがあるんじゃないかなと思うんで、まさに左側から始めていただくのが私もいいかなと思いますね。そうですね、うん、はい、まあ、私もですね、名刺のコンペ5000円ぐらいですかね、それを最初に今受注したことをきっかけに、まあ、デザインの楽しさですとか、はい、イラストレーターの楽しさとかっていうのに気づいてですね、うん、はい、まあ、ロゴを作ったりとかっていう感じでクラウドワークスを広げていったので、まあ、ぜひですね、うんうん、まあ、これから取り組んでみたいっていう方は、まあ、参考になるか分かんないんですけど、こんなステップで取り組んでいただけると良いのかなというところですね。うんうんうん、はい。はい。うん、です。で、それ以外にもですね、まあ、実はイラストレーターとの掛け合わせですね、今の例えば仕事されている部分とか、掛け合わせで仕事の幅を広げることも可能かなというところで、それ以外にちょっと仕事も挙げさせていただきました。例えばですね、今動画制作とかですね、動画編集というところも非常に盛り上がってきているかなと思うんですけれども、はい、そうですね。まあ、今、そうですね、はい、動画編集とかされている方は、例えばイラストレーターでサムネイルとかっていうのもですね、ちょっとトレーニングをして、クライアントさんにサムネイルまで作れますよ、トータル受注で提案したりですとか、あとは動画内にですね、イラストレーターでデザイン装飾を作って動画に、YouTube の動画とかに入れ込んでですね、動画のクオリティを上げるみたいなイラストレーターの活用方法もあるんじゃないかなと思いまして、こういったですね、掛け合わせで単価を上げてたりとか、クライアントの信頼をですね、獲得しているワーカーさんもいらっしゃる。うんうんうん、結構あれですね、動画編集でもイラストレーターを使うみたいなところはありますよね。うんうん、そうですね。はい、確かに。で、あとはですね、例えばライティングのお仕事されている方ですね、記事執筆だけではなくて、うん、ブログのアイキャッチ画像ですね、ブログ内に載せる画像とか、そういったところも、作りますよ、みたいな形でイラストレーターとの掛け合わせで仕事の幅を広げるみたいなところもあるかなと思いますし、あとは SNS 運用とか、うん、EC サイト周りのですね、お仕事も、まあ、クラウドワークスでいうと非常に増えてきているところになりまして、やはりコロナ禍で EC サイトを作る企業さんも増えてきておりますので、そういった中で運用業務っていうお仕事あるんですけれども、うん、じゃあイラストレーター使って、一味こう、違うと言いますか、高品質な商品画像を作れますよ、みたいなところも、この掛け合わせで仕事の幅が広がってくるんじゃないかなと思います。はい。はい。こんなところで、まあ、チラシ作成とか名刺作成とか、イメージしやすいかなと思うんですけど、今ですね、はい、ご自身でやられている仕事とか、やっていきたい方向性にイラストレーター掛け合わせて、仕事の幅を広げていく、っていう活用方法もあるんじゃないかと、ちょっと速的に入れさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、その通りだと思うんですよね。うん、っていうのも、やっぱりフォトショップとイラストレーターって我々の製品 の中心でもある2つなんですけども、はい、ただ写真、ただイラストとかロゴっていうことで終わるのでは当然なくて、はい、結局それで作られたものを、それ以外のメディアでこう使っていくわけですよね。はい、先ほどの話だと、例えば名刺で使う、チラシで使うっていうところもそうですし、はい、まあ、動画内でそれを使われたりもすることもあったりするわけで、まあ、さらに今ですと、こう、そのロゴ自体がスクリーンで見るわけですよ。画面で見るっていうところになると、はいはい、それ自体をモーションで動かすと、最近のですね、グラフィックデザイナーさんも、イラストレーターを覚えて、ている部分だけじゃなくてですね、一緒にアフターエフェクツとかも使って作ったロゴを動かしてくれって、うん、プロの皆さん、プロの皆さんでですね、まあ、さらにもう一つ上の次元をこう求められてくるようなところもあってですね、必ずそれが一つスキルセットとして覚えたことっていうのがその次につながっていく、これある意味皆さんにも言えるところではないかなっていうところで、うん、まあ、イラストレーターというその、まあ、ちょうど中心にいるというかスタートにいるツールって、その後いろんなものにこう発展させることができるっていうところは、ぜひ必要なところだと思えるので、覚えていただきたいところですね。確かに、はい、自分で描いたイラストレーターで描いたイラストをですね、アフターエフェクトで動かすみたいな方もいらっしゃいますね、はいはい、多いです最近は、はい、というところが、まあ、ステップアップとですね、はい、仕事の一例みたいなスタイルを入れさせていただきました。はい、はい、じゃあ続いてですね、クラウドワークスの仕事形式ということで、まあ、ちょっとルール的なお話をしつつ、まあ、どこから取り組んでいくのがいいのかなみたいなところの話、ぜひビギナーの方はこの辺知りたいでしょうから。はい。
クラウドワークスにはですね、3つの仕事形式というものがございまして、まあ、すでにご利用いただいている方は、もうご理解いただけているかなと思うんですけれども、プロジェクト形式とコンペ形式とタスク形式というものがございます。本日デザインと、まあ、イラストレーターがテーマなので、デザイン系が多い形式というところで、まあ、プロジェクト形式とコンペ形式について補足していこうかなと思います。タスク形式でいうと、ライトなお仕事ですね、アンケートとか、あとは簡単な文章作成みたいなところで多く活用いただいている形式なので、デザインほとんどないんですけれども、プロジェクト形式、コンペ形式がデザインで多いので、補足していきます。はい、まずコンペ形式ですね。コンペ形式との青い四角の下のところに、とはと書いてあるんですけども、まあ、発注者からの募集に対して、ワーカーさんが制作物を作って提案する形式になります。うん、発注者は集まった提案の中から採用したい作品を選んで、作品の提案者に対してですね、報酬を支払う形式です。うん、コンテスト的な形式になります。はい。で、まあ、よくあるジャンルというところで、デザインジャンルで名刺のデザイン、ロゴデザイン、バナーデザイン、イラストデザインみたいなところで、コンペ形式ですね、活用いただいております。はい。で、ポイントというところで挙げさせていただいたんですけれども、提案することは自由なので、初めての方は実践の場になりますよ、ということで。コンペ形式とはのルー、概要文のところにもあるんですけれども、募集に対しても作ってですね、提案する形式になりますので、まあ、一旦ですね、作ることは自由になります。で、どんどんこう提案していけるという中で、例えばお題に沿ってですね、実践していくという、まあ、実践の場に非常になるんじゃないかと思います。うん、うん。ですね、クラウドワークスの特徴として、提案した作品はですね、クラウドワークスのマイページ上に記録されています。もちろん、載せたくないというところですね。消すこともできるんですけども、はい、記録されますので、私も実際にあったんですけれども、うん、本編ですね、採用されなかったんですけど、違うクライアントさんからですね、同じような雰囲気で、ちょっと名刺うちも作ってくれないかっていうので、プロジェクト、後ほど説明するプロジェクト形式ですね、契約結んだこともありまして、過去の作品をきっかけにですね、声をかけられるなんてことも、あったりします。うん、はい。で、まあ、そうですね。ね、落花生さん、プログフィッシュさんが、ちょっとどこからスタートしたかっていうところは、わからないんですけれども、多くのワーカーさんがですね、はい、コンペ形式からデザイン実践されるという方が多いかなといった印象がございます。うん、そうですね。はい、僕もコンペ形式からやってみました。はい、ました。これ、すごい、すごい、大事ですよ。はい、始められる方、絶対ここからやった方がいいと思います。はい、いろいろな経験をここでやっぱ積んで、積まれていくっていうのが、はい、まあ、ご自身が作るデザインっていうのも、おそらくそうだとも思いますし、こういうなんか視点があるかみたいなところも参考になりますし、あとある意味なんですか、ご自身 の僕も別にデザインはプロじゃないので、なんかそうなんか負けたなみたいな感じの部分があったりもするんですけども、これ確実に経験を積まれてって、で先ほどね、しのさん言われたようにポートフォリオにも残っていってっていうところで、ご自身 その経験に確実につながっていくので、ここでまずは腕を磨くっていうのは僕は大事なことだなと思います。はい。いくつか質問とかで、ポートフォリオってどうしていくの、どうしていくといいのかって質問あったんですけれども、うん、まあ、もちろん自分で作ってですね、っていうのもありますし、こういったコンペ形式の実績とか経験をポートフォリオに入れていく形もできるかと思います。はい。あと一方でですね、コンペなので制作したけど採用されないって可能性ももちろんございますというところと、あと単発的なものが多いです。ロゴを募集しますという形なので、継続性で言うと、そのクライアントさんとの継続性で言うと、まあ、低いかなところになります。はい。まずこれがコンペ形式ですね。はい、続いて、プロジェクト形式になります。こちらはですね、発注者の依頼に対して、ワーカーさんがまずは応募をすることからスタートします。で、応募したらですね、発注者と受注者間の条件の交渉を行いますと。で、納期や報酬金額、実績などの交渉相談が成立すれば、契約をしていただいて、業務を開始する形式になります。イメージとしましては、社員の採用とかですね、アルバイトの採用のまあフローですね、流れに似ているというところで、まあ応募していただいて、いきなり契約っていうわけではなく、まあ、2社間ですり合わせをしてですね、合意できたら契約をして進んでいく形なので、まあそれに似たような形式になります。ちょっと誤解を招いてしまうとあれなんですけど、社員の採用ではないですね。フローとしては似ているところになります。はい。で、ジャンルとしましては、まあ全てのデザイン業務ですね、先ほどありましたロゴも名刺も含めて、あるというところですね。で、ポイントとしましては、まずはですね、応募と交渉からスタートするので、まあ、どうしてもですね、これまでの実績とか、経験を問われてくることは多いかなと思います。やっぱその中でポートフォリオ何か見せられたり、同じような、制作物の実例、まあ、
見せられたらいいのかなというところになりますが、一方ですね、単発的なコンペ形式とは違って、両者で相談をしながら進めていく形式になりますので、長期的な契約とかっていう案件であることが多いですね。また来月も同じような形で、バナー作ってください。今度はですね、チラシが必要なので、こういったテイストで同じようなスケジュール感作ってくれませんかという形で、コミュニケーションを取りながらですね、継続的な案件が多いかのところになります。うんうん、はい。なるほど。でですね、tips 的なところで、クラウドワークスにはですね、公開されている案件と非公開の案件がございます。非公開というのは、もう特定のワーカーさんにですね、直接スカウトといった形で送る案件なんですけれども、例えばですね、プロジェクト形式で、やり取りがうまくいった場合にですね、もうまた A さんに来月も依頼したいという場合は、もう公募せずにですね、直接 A さんに契約を結ぶという形で非公開にしている案件もあったりしますので、クラウドワークスで継続的にもう仕事をしていく、報酬を得ていくというところではですね、プロジェクト形式で受注を積み重ねていくというところが重要な要素になってくるかなと思います。はい。というところですね。コンペ形式、プロジェクト形式について説明させていただきました。はい。はい。そのような形式なんですけれども、実際にですね、募集要項を見ながら解説していきたいと思います。リアルですね、これは。はい。ちょっと、画像ですね。発注の。それはね、やっぱね。そうですよね。はい。いるんですけども、こちらですね、名刺デザイン×先ほど説明したコンペの事例になりますと。はい。左側、これですね、クラウドワークス用の画面の画像貼っているものになりますので、同じような形で他の案件も入っています。で、左側ですね、金額と、これは募集終了しているものなんですけども、下の方を見ていくと、納品ファイル形式でイラストレーター、AI と書いてありますね。こういった形で、どういったファイルで納品が求められるかというのを、チェックしていく形ですね。あと、希望イメージというところで、このちょっと暗記に関しては両極端なので、なかなか、わかりやすいな、逆にというところはありますが、こんな形でイメージが書かれていることもございます。はい。で、右側ですね、こちら名刺の案件なので、例えばこの名刺を作る会社さんの概要が書かれていたりですとか、希望ですね。重要なところとしましては、画像素材ですね。はい。画像素材というところに、ロゴは AI データを添付しておきますので、どれを利用いただいても構いません。このような案件のようにですね、会社さんからも使っていただきたいロゴとか、素材があらかじめ用意されていることもございます。そうそう。僕、そういうのやった。はい、ありましたけど。はい。なんだか材料揃ってるんだと思いながら、っていうところだったら、これをベースにいろいろやっていくっていうところで、なんでしょう、そういう意味でも勉強になるなっていうことがありますね。同じですよ、だからある意味、皆さんね、同じ材料で調理するようなもので、どれだけ美味しく作れるかっていうのは。本当にデザイン、基礎基本といいますか、パーツをどう当てはめていくのかっていうところでもいい、トレーニングというとあれですけど、になるのかなとは思いますね。はい。で、あとそうですね、重要なのが、この雰囲気のところに、コーポレートサイトを記載しておきますので、トンマナーを参考にしてくださいってあるんですけど、これ結構重要な要素になりまして、もちろんデザイン性とかですね、それぞれのアイデアは求められると思うんですけれども、そういってもその企業さんのイメージとは全然違うものを作ってしまう。採用されない、採用しづらいというところがあると思いますので、こういったところですね、情報をいろいろ集めながら作っていくのが大事かなと思います。はい。例えばそうですね、名刺に盛り込む内容とかも書いてあるので、これを入れながら作っていく形。ちなみにこの案件でいうと、住所とか電話番号は採用後、情報をお送りするので、まずは差し替えた上で、形でサンプルで入れていただくような、入れていただいて作って提案する形式になっています。なるほど。はい、続いてですね、ロゴデザイン×、こちらもコンペ形式になります。形式。はい。はい、ロゴで言うとですね、ロゴイメージという形で、クラウドワークス上のシステムを使ってクライアントさんが、あらかじめイメージ感を設定することができまして、このように、ロゴのタイプですね、イメージが載っていたりします。で、これも同じくですね、納品ファイルが、イラストレーター形式で納品してくださいという形になっています。はい。で、仕事の詳細の方ですね、ちょっとモザイク多めではあるんですけれども、はい。ロゴイメージとかですね、使っていただく、文字列とかが書かれていたりですとか、デザインイメージ、ね、が書かれています。コンペ形式の難しさなんですけれども、プロジェクト形式と違って、クライアントとこう相談しながら進めていくことができない、しづらいというところがありますので、正直このイメージ感でまずは作っていくというところが
求められるんですけれども、実際にコンペ形式複数案提案することができますので、もし皆さんがですね、方向性 A と B で迷ったらですね、もし可能であれば2パターン作っていただいて、こういった形で作ってみましたと提案してみるのも良いのかなと思います。はい。それが、ロゴデザイン×コンペ形式の2例になります。はい。はい。で最後ですね、イラスト作成×プロジェクト形式ということで、こちらプロジェクト形式の案件になります。うん。はい。で、オンライン学習教材の YouTube 広告内のイラストで、単価3000円で、まあ、10から20点ですね、作る、依頼予定ですよといった形式になっています。うん、プロジェクト形式なので、まあ、先ほどもありました、まずは応募していくっていうところから始まりますので、うん、ポイントとしましてはですね、例えばですね、これに関して依頼内容、単価1点3000円で、かけるですね、10から20点ほど発注予定がありますっていうので、で納期も書いてありますね。依頼から1、2週間で納品してくださいよという中で、まあ、まずはここを見ていただいて、本当に対応可能なのか、うん、もしくは、これぐらいだったらできそうっていうのを決めていただいて、それをもとにですね、応募とか相談していくことが大事かなと思います。はい。で、あとですね、重要なのが、応募方法と書いてありますね、はい、うん。簡単な自己紹介に合わせて、子供と、お母さんのイラストをそれぞれご提示くださいと書いてあるんですけれども、プロジェクト形式のほとんどの、募集要項にですね、このように、応募の段階で、この条件に回答した上で応募してくださいといったクライアントさんから、お題が出されている。ことがあります。まあ、お題というかですね、例えば、過去に同じようなことはしたことありますか？イエスかノーで答えてくださいと。これに、うん、これに回答した上で応募してくださいみたいなことが書かれていますので、ぜひですね、募集要項を最後まで確認していただいた上で、ここを確認して、それを添えた上で、あとは自分の応募文章ですね、作ってですね、応募していただくことが大事かなと思います。うん、はい。あとはですね、例えばこれ見ていただいて、はい、あと今難しいなとかできない、納期的に厳しそうなだなと思うかもしれないんですけれども、例えばですね、応募する際に、できないだけではなくですね、丸々だったらできるかもしれない。最初は通勤やらせていただいて、そこから同じペースでできますみたいな形で、できる方向性で議論していくことも大事、受注につなげるためにも大事かなと思いますので、まあ、選ぶ中で、これできないのできないなだけではなく、どうやったらできるだろうみたいなところで、応募文章を作ったりですとか、クライアントさんと相談、交渉していくと、より受注につながっていくかなと思います。うんうんうん、はい。というところがですね、実際に案件ページを見ながらの解説になります。ちょっと、さらっとにはなってしまいましたが。うん。ぜひやっぱ全体をちゃんと確認しなきゃいけないっていう、あれですね。はい、そうですね、まあ。大事なことですよね。はい、そこにクライアントさんのリクエストとか内容っていうのが全部詰まってるんで、うん、やっぱり隅から隅まで一応何度も読み直すみたいなことが大事ですかね。はい。はい、もちろんクライアントさんそれ知りたいっていうのもあるんですけど、ちゃんと読んでるかっていう目的で言えてることもあったりしますので、はい。そうですよね。はい。はい、ぜひ、そのあたり見ていただいて回答をしていただけたらと思います。なるほど。はい。はい、では、ちょっと時間も残りわずかなので、進めさせていただきます。はい、では、副業スタートしていく上での3つのポイントということで、まあ、これからですね、うん、副業スタートしていく上でのポイントを、お話ししていきます。はい。まあ、ちょっとクラウドワークス的な、まあ、目線ですね。私たちが何を伝えられるかなというところで選ばせていただきました。うん、でまず1つ目ですね、自己分析をしようということで、まあ、なんだそんなことかと思うかもしれないです。本当に重要なことになりますので、そもそもですね、なぜ副業にチャレンジしたいのかとか、うん、どんな時間に取り組めそうか、取り組みたいか、あとは自分の求める目標感ですねっていうのをしっかり整理していただいた上で、ぜひ、まあ、クラウドワークスなのか違うサービスなのか、それとも知人とこう副業手伝いしていく、そういったところですね、いろいろ方向性決めていただけると良いかなと思います。でクラウドワークスなどを使った副業働き方は基本的に一人で進めていくものになります。会社のメンバーで一緒にやっていくっていうわけではなく、一人でですね主体的に進めていくものになりますので、どうしてもですねモチベーションが低下してしまうという課題は発生してしまいますので、そういった時にですね、まあ、振り返れる原点みたいなところで目標設定が重要かなと思います。あと特にですね副業で取り組む方は時間管理がとても重要になりますけど、フログフィッシュさんもどれぐらいで自分がこれ完成できるのか少しわからないみたいなところがあったと思うんですけども、はい、最初のうちはですね、はい、ペースをつかむ目的でも納期に余裕があったりとか単発的な業務からスタートするのが良いかなと思いつつ、まあ、そもそも自分がどんな時間使えるのかというのは整理していただけると良いかなと思います。例えば、まあ、そうですね、家族の理解とかっていうところも含めてあると思いますので、そういった身の回りの整理していただけると、まずいいかなと思います。は
で、2つ目ですね、オンラインのやり取りなので、点々点ということ。皆さんですね、このコロナ禍で在宅ワークとか広まったという方が、多いと思いますが、在宅ワークですね、チャットベースのやり取りとなると、非常に伝えたいことが伝わりづらかったりとかっていうのがあると思います。相手が怒っているのか、喜んでいるのかもちょっと分かりづらいというのもあると思います。クラウドワークスのやり取りもですね、チャットベースがになりますので、そういったところがですね、注意していく必要があります。相手はですね、少しこう想像していく、少し気遣いを持っていくことで、クライアントとのより良いコミュニケーションにつながると思います。当たり前なところであるんですけども、報告連絡相談と、あとファイル、デザインであるファイル管理と、まあ、できれば24時間以内の返信ですね。これは24時間以内に何かしら成果を出さなきゃいけないというわけではなくて、まあ、確認しましたの一言でもいいと思いますし、そういったあの気遣いがですね、より良いコミュニケーションにつながって、継続的な取引につながっていくと思います。はい。本当にですね、コンビニでアルバイトしてるぐらいの感覚で、相手を思ってチャット対応してますという若さもですね、以前インタビューした際にそういった方もです、本当にそこに対してこだわり持ってますみたいな方もいらっしゃったので、ぜひですね、まあ、あの、気遣いを持ってやっていただけると良いかなと思います。あと先ほどもありましたが、自分は〇〇したい、できる、応募の際ですね、だけではなくて、この案件に関してはどう貢献できますよ、まで考えられると良いかなと思います。それを表現しなきゃいけないというわけではなくて、考えた上で応募すると、応募文書を作るとなるとですね、一味違う、あの、応募ができる、応募、提案ができると思いますので、ぜひそのあたりも考えた上で、取引やっていただけると良いかなと思います。はい。で、3つ目ですね。要件定義、契約内容の確認は丁寧にということで、まあ、デザイン系の案件は特にあの難しい部分ではあるんですけれども、業務内容とか業務量、納期、金額などですね、契約のタイミングでぜひしっかりと確認していただけたらと思います。プロジェクト形式の場合、実際のデザイン業務もですね、クライアントと相談しながら進めていくことが多いんですけれども、業務内容によっては契約して、じゃあ納品までバイバイっていうわけではなくて、3割、6割、8割、途中途中ですね、経過も定期的に共有することで、お互い安心感を持って進めていけるかなと思いますので、ぜひそのコミュニケーションの部分ですね、もしクライアントからそういったオーダーがなければ、率先してですね、ワーカーさんの皆さんから、まずここまで進んでますとか、方向性間違いなければ、次ここまで進めちゃいますみたいな形でやっていけると、本当に信頼できるワーカーさんにつながるかなと思います。はい。というところで、ちょっと3つのポイント、様々な方向性からポイントについて、話しさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、というところでもう時間も残りわずかですが、最後、はい、はい、まとめに入っていきたいと思います。では今日から何をするというところですね、はい、いきましょう。はい、では今日から何をしていくというのというところで、ちょっと具体的なものを書かせていただきました、はい、クラウドワークス上で案件をぜひですね探していただいて、気になるボタンというものがありますので、興味のあるものには気になるを押してブックマーク、ぜひしていってください。でブックマークをする際はですね、今挑戦してみたい案件だけではなくて、今後挑戦してみたい案件という視点でもブックマークしておくとですね、自分が興味ある案件の傾向とか、で今後磨いていくスキルの傾向が分かってくるかなと思いますので、ここですね、ぜひ押してみてください。で2つ目ですね、ぜひコンビ形式にチャレンジしてみてください。実際のですね、案件に向き合うことでイラストレーターの実践的なトレーニングにつながったりですとか、そもそもですね、分からないことが分かるという状態につながると思います。先ほどプログビスさんも逆引き的に勉強していったというところがあったと思うんですけれども、課題に向き合う中で、この表現ってどうやってイラストレーターで作るんだろうという中で課題が分かってきますので、そこで、まあ、アドビさんチュートリアルで調べたり、ネット検索で調べるというところでスキル習得につながっていくかなと思います。あとは実践という側面ではですね、まあ、全然クラウドワークスだけではなくて、友人や知人、地域の商店などにですね、提案してみる、持ちかけてみるというのも一つの手かなと思います。はい。そういった中でも課題が分かってきたらですね、Adobe Creative Cloud の無料チュートリアルを視聴して、ソフトの操作、理解ぜひ広げていきましょうというところで、またり、山本さんから、じゃあ。はい、そうですね、はい、ぜひ我々もですね、実は豊富な学習コンテンツ持ってるんですよ。皆さんあんまりサイトに来ることないかもしれませんけど、ちょっと紹介させてください。ちょっと私の石画面出してください。はい、おなじみ製品ページなんですけれども、こちらですね、イラストレーターはラーニングとサポートですね、こちらの方の中に、はい、チュートリアルっていうのがここにあります。でこちらの方では、まあ、皆さんのスキルセットに合わせて、コンテンツっていうのを選ぶことができます。まあまさに今日から始めるっていうことで、本当にビギナーの方はここから始めていただいて、イラストレーターの基礎を学んでいただいたりですとか、あとですね、もうそれなりにこう作業をし始めて、使い方が随分分かってきたよっていうことであれば、中級以上ということで、コンテンツを選ぶことができます。またですね、クリエイティブクラウド
をご契約をいただくとですね、実はこんなメリットがありますよということでですね、まだできたばかりのページなんですけども、ちょっとこの場でですね、はい。はい、こちらですね、契約をいただくと、実はちょっと特典として、フォントですとかが安くご契約をすることができたりとか、いうのもあるんですけども、コンテンツを作る上でですね、サンプルですね、Adobe Stock というフォトストックサービスが実はあってですね、7万点以上の無料素材を使うことができます。当然これ商業利用できるものとして私ができるので、クライアントさんのリクエスト、こんなイメージが欲しいといったような場合に、まあ、例えばこう参考にして、まずはめてみて、確認を取ってということなんかでも作ることができる。覗かせていただくとですね、若さんの中でもこういった部分を参考にしながらコンテンツいろいろ企業さんに提案されているという案件も見受けられたので、こういったところも積極的に皆さん、クリエイティブクラウドをご契約するとついてくるものになるので、見てほしいです。無料素材。そしてデザインをする上で欠かすことができないのがやっぱりフォントになってくるんですけども、イラストレーターはフォントを特にこうアレンジしたり活用していくことが得意な製品なんですけども、まじ、フォントはいろんな意味で、それ自体を語ることになってくるので、こういった部分のデザインであればこういうフォントがいいんじゃないか、読み聞かせするんだったら、やっぱりちょっとデザイン性の高い明朝体がいいんじゃないか、まあ、いろんな視点があるので、フォントを選ぶことも実は難しかったりもするんですが、数がなければ当然選ぶことができないというところもなるので、Adobe フォントですね、今1万80001000以上のフォントを使うことができますので、こういったところも含めて、活用していただきたいぞというところがあります。で、今日ですね、皆さんの中でちょっとイラストレーターの登場が少なかったんじゃないかっていうですね、コメントもいくつか見受けられたんですけども、今日この日のために実はここ初出しのコンテンツがあるので、こう皆さんちょっと注目いただきたいんですけども、イラストレーター検定っていうのを用意しました。なんだそれと思うかもしれませんけども、XD 検定って、違う製品が XD ってなんですけど、XD 検定ってなんですけど、そのイラストレーター版、イラストレーター検定っていうのを用意しました。今ですね、チャットの方に、後で URL 出てくると思うんですけども、イラストレーターを、ご自身がどれぐらいスキル持ってるのかなっていうところを、勉強しつつ、答えた内容っていうのを、もし間違ったらこうですよっていうことも教えてくれる、ある意味学習も兼ねた、サイトにもなってます。ご自身が得意な、まず基礎から始めてもらいたいんですけども、グラフィックなのか、ウェブなのか、イラストレーションなのか、ロゴなのか、みたいなものも含めて、用意している、できたばかりのですね、イラストレーター AI 検定というページもあるので、これ、後で放送終了後ですね、ぜひちょっと取り組んでみて、イラストレーターのスキルもさらに上げていただければ嬉しいです。ということで、ぜひこのクリエイティブクラウドの製品群、特にイラストレーター、興味を持って接してみていただければと思います。じゃあ、しずさん、返します。はい、ありがとうございます。というところに加えてですね、あと、ちょっとクラウドワークスからも最後ご案内というところで、クラウドカレッジですね、いくつかちょっと、今日セミナー中出させていただきましたが、Adobeさんと共同で、クリエイター向けのコース、開講しております。例えば、動画編集、はい、取り組んでいったりです。本当に初めてソフトを使うという方向けにですね、名刺デザイン取り組むイラストレーターのコースとか、バナーデザインとか、あと、ちょっとありました。モーショングラフィックスね。イラストを動かしていくコース。いくつか開講しております。こちら個人学習だけではなくて、グループで、毎月ですね、開講しておりまして、何月期という形でグループで、チャットグループを作ったりですとか、あとメンバー限定のですね、イベントを開催して、コミュニケーションを取りながら進めていくコースになりますので、ぜひ、ご興味ある方参加いただいてですね、デザインスキルを身につけて、仕事にチャレンジしていくというところの、サポートをさせていただければなと思います。あと、アドビさんの、協力でですね、3ヶ月間ソフト無料で使用することもできますので、ぜひ。はい、特典もありますね。はい。これから、ちょっとデザイン触れていきたいという方です。アドビソフト触ってみたいという方はですね、参加していただけたらなと思います。というところで、はい、はい、本日のスライド内容は以上となります。はい、ありがとうございました、はい。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとかなり濃密な時間になってしまったかとは思うんですけども、チャットの方ですね、いろいろご協力いただいたチャットの方が面白いなんてコメントもいただいちゃったぐらいなんですけども、参考になるっていうところもあったかと思うんですけども、多くのご協力いただいた皆様ありがとうございましたということでですね、我々この各回副業というところのテーマに、この今回コンテンツ用意をさせていただきましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。我々からするとですね、実は今はちょっとセール中ということもあって、少し始めやすい環境にあったりですとか、クラウドワークスのクラウドカレッジでですね、より基礎の部分から学べて、その後ですね、副業というところにまあ結びついていくんではないかというところもあって、今回のコンテンツご用意をさせていただきました。
ですね、ぜひですね、こちらアンケートへのご協力ということもよろしくお願いしますということで、もしかすると次回があるかもしれないので、その時はこんな内容でやってほしいぞということなんかがあったらフィードバックもいただけると幸いでございますということで、では長きにわたりまして最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このセッションは以上となります。